おつおつ、祝勝会配信あるんで、こんばんは、お茶ばっください。まずはこんにちは、祝勝会配信あるんで、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。祝勝会配信です、お疲れ様。お疲れ様です、こんばんは。パジャマですよ、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。まずこんばんは、お疲れ様です。祝勝会配信あるんで、こんばんは、お茶ばっください。お疲れ様、お茶ばっかりです、お疲れ様です。もうほんと満身疲労ですよ、お疲れ。満身疲労ですよ。お茶ばっかりです、精神薬です、お茶ばっかりです、お疲れ様ですか。こんばんは、知るか、お疲れ様。もう満身疲労ですよ、お疲れ様、お茶ばください。お金いっぱいください。満身創痍です、お金いっぱいください。お風呂入ってないよ、お疲れ様です。配信終わった後入るわ、お疲れ様です。当たり前じゃん、お前ら見たろ、満身創痍、お疲れ様です。すごいライブ、いやもう今回のライブ、あ、頭ポンポンありがとうって、お茶ばっかりです、こんばんは、こんばんは。今日のライブももう伝説ですよ、伝説ですよ、今日のライブは。かっこよかった、伝説だった、素晴らしかった。大阪ホテルで、お前後ろの方に回ってこよう、来ないけどさって、てめえが、お前なんか行儀よかったな、今日な。お疲れ様、お前なんか今日行儀よかったな。最後の方見ましたが、凄まじかったです。セーラー服の方じゃないです、こんばんは。他はさらにかっこよくなって、すごくよかったです。就職先決まったので来月から見つけます、お茶ばっかりです、お疲れ様です。ぐっすりね、めちゃくちゃ最高で、現地最高でした、髪が上がってました、こんばんは。あ、お茶ばっかりです、お疲れ様です、最高です、最高です、お疲れ様です。初めて前方へ残つば受けた、残いいね、最高で、伝説あるとギラギラした、お最高でした、お疲れ様です、お疲れ様です、最高でした。今日どなたが来るの？いや、メンバー全員来ると思うよ。アーカイブ見ないと、みんな部屋に来る。今日は祝勝会だから。おさんこう、後ろ来ないとハゲは見えないだろうが。いや、後ろじゃなくてハゲは見えんだろう。伝説またこうし、お前が前に来ればいいんで、こんばんは、お疲れさん。全員やった方がいいな。セットよかった、嬉しいね。ネザオさんも来んの？やっぱ、もう翔子のビッグキャットではあった。最高すぎて魂が、みんな来るんだ。そうだよ、お疲れさん。久々にちょっとね、美佐子さんも含めてね、もうなんか3年に1回ぐらいのね、歌もね、その3年に1回ぐらいの美佐子さんも含めた配信をちょっとね、やりますよ。精神薬ありがとうございます、こんばんは。そう、新生活は4人で配信するなんてないからな。去年じゃないね。去年やったっけ、元気じゃねえよ。満身創痍だよ。お疲れ様、年越し配信。年越し配信でも美佐子いねえじゃん。だから、去年ぶり、去年どっかでも。だからホテル配信でしょ。年越し配信の美佐子さんは、だから遠距離じゃん。のこみさ見れるってわかんない。お風呂入ると入ってないよ。もうだからさっきちょっとあの今あれ家着いたばっかだから、それで祝勝会ビタが一応酒はかみんな用意か、酒はみんな買ってるよ。枯れるまでやってるのがライブを作ってたの。お酒とか買ったみんな買った。なんか食べてないのかな。いやだから食べるもん買ったよ。まだ、いやまだみんな集まってからにしよう、みんな集まってからにしよう。珍しい。クラフトビールじゃない、わかんない。精神薬あります。オナニーは済んだ。いや、オナニーはしないよ。もう、その性欲も、もうだから、射精したっつってんじゃん。いや、本当にね、もうね、ないんだよ。いや、もう、ライブ終わった後、食欲も性欲も、すべて、いや、もう、出し切るから、俺は。本当に。こんばんは。チューハイです。こんばんは、おつのここんばんは、ぶちまけたね、全力だね、そうだよ、使い果たしたんだね、満身創痍です、出し切りました。いや、皆さんもありがとうね、今日はありがとう。マイナス196、どういうこと。お疲れさんはそこ出し切った、全部出し切った。いや、いつもそうだよ。本当ですか。青タンはどうですか。青タンはいてえよ、本当に全力、何もする記録ないんじゃない。いや、だから金くれよ、目力強い。こんばんは、完全に出し切ってんのが分かる。確かに末の青タン、こんばんは。明日帰るよ。満身創痍の中で配信やってんだから、普通だったらやんねえよ。あと、この頭おかしいよ。こんばんは。ねえ、どんだけ金欲しいんだよ。お茶ばっかりだぞ、お疲れ様です。足ぶって、明日すごい、明日早いのかな。明日早いよ。明日朝9時起きとかね、こんばんは。8時とか。9時か。もう投げました。ありがとうございます。お疲れ様、こんばんは。早い。あなた、左側が緑っぽいよ。
あ、これはやるフィルターです。こんばんは。違うんだよ。これなんかし、これあれ、双眼鏡やると、お疲れ様、そしてライブや、ありがとうございました。双眼鏡やるとちょっとなんか変なフィルターつくんだよ。うん、仕方ないじゃん、これ。これ知らないよ。インスタフィルターみたいなんですか。祝勝会。今日は外行かないの。外？外別に行ったらやばいじゃん、俺が今。こんばんは。爆弾ジョニーってさっきからうるせえんだよ。爆弾ジョニーってその爆弾ジョニーってそのバンド名だから、いつか爆発するの分かったろ、もう。オーラ見える芸人いるな。髪かわいいね。地蔵ですが、手彫りは、ありがとうございます。なんか部屋変わった？ちゃんとリフォームしました。お疲れ様、お疲れ様。爆ジョニーもけどな、あれ対バンしたことあったっけ、俺ら。あんまりその対バン、なんか、フェスとかで会ったことあるのかな？爆ジョニー。対バンあったっけ？新生かなっちゃん。こんばんは、お疲れ様でした。引っ越したの？引っ越したって何？ホテルだよ、ここ。ビバラ、だから、フェスだよな。爆ジョニー。対バンないよね。今、対バンジョニーとかまっちゃんがさ、ザ人間のメンバーいないよね、今って何が。今いるわけねえだろ。なんで今いるんだよ。どういうこと？ザ人間は活動してるよ。元気に活動してると、あいつら。あいつら曲いいよね。ザ人間は曲いいよな、ほんと、ライブもいいしな。ツイッターで写真だけ見たけど、なんか雰囲気イケメンだったな、爆ジョニー。大阪、昔爆弾ジョニーディスったな。懐かしいな。ディスってたわけじゃないじゃん、別に。イケメンのボーカルいるバンド。ディスったっけ？髪の毛ぴょんぴょんしてかい。12年間ありがとうって言った。こちらこそ。早くライブ声出したい。可愛い緑色、お疲れ様。新生かまっちゃん、今日も可愛い。あのね、新生かまっちゃん、メンバー減ってる。ああ、そうね。あれね、ザ人間ね。新生かまっちゃん、来年で15年、15周年ですよ。12年間長いね。でも、いや、15周年だよ。新生かまっちゃん。12年間長いねって。来年で15周年ですよ、俺たち。でもって、俺は、ね、いつも言うけど、俺は、違う、メジャーデビューしてからだから、それ。新生かまってちゃんになってから、そう。新生かまってちゃんになってから、15周年だから。俺は、違う、その前身バンドのビバルゲバル物語からだから、俺とモノ君で言わせれば、ビバルゲバルから言わせれば、俺たち18歳ぐらいだから、もうだから20何年になるよ。18歳とかだから。モノ君と俺。そうそう。前身バンドっていうか、名前変えただけだからね。ビバルゲバルから新生かまってちゃんに。飽きた、誰か。そう。だから18歳だから何年なのかな？ 4 半世紀。ちょっと誰？今みんな。ユノスケ来たもん。モノ君とか、見てない。見てない。クライム来てない。まず、ユウが来ました。ユウが来ました。子供の時からバンドなんて何が？いや、俺とモノックはだから18歳かな？ 17 歳？いや、17かな？ 17 歳かもしれない。ビバルゲバル。俺、初めどなる夢、モノックに聞かせて一緒にやろうぜってのと、めっちゃ長い付き合いだよ、モノック。17歳かもな。マッピラーボーイズの子さ、今と顔違いすぎんか？顔違いすぎんや、ということ？整形したってこと？じゃあ俺も、お前らも俺みたいに整形しろよ、じゃあ。ね。のこさんの写真持ってってさ。どうせブサイクはブサイクだろ。な。おめえらは整形しても多分俺みたいなナチュラルイケメンなに届かねえや。こんばんは。こうしてください。のこさんにして、この顔にしてください。写真持ってってや。な。こんばんは。いや、ひどいって。何の煽りなのって。いやいや、煽るなってなんで。のなの？なんなの、お前ら。お前ら何なんだよ。祝勝会だから別にいいじゃねえか。どう、煽ってねえだろ、別に。そんなブサイクはブスとかいつも言ってんだろ、そんなもん。なんなん、お前ら。つまんねえ人間になったな。どういうこと？どうしちゃったん？どうしちゃった？こんないいライブした後に。見てるだけで癒される。ライブ終わって今家着きました。あ、お疲れ様です。ゆうのすけ何かって、のこさん幼少期からイケメン。僕は口わかめとプチワカメと、なんかそう、一緒にセブンイレブンで買ったんだよ。ほろ酔いグレープ。ほろ酔いグレープ。俺はこれ買いました。水ですね。渋いな。モノ君とミサコさん、あいつら来るのかな。一応絶対来るはず。みんな酒弱い、知らん。俺は弱い。僕は弱いあ、お前も弱いな。
モノックは強いよ。ミサコは知らん。ミサコと俺飲むなんて、だからもう知らねえ、いつぶりか。あいつも確か弱かったよ。らしいですね。こんばんは。あいつも、うん。あいつもあんま飲ませて、あれ。のこさん、そのズボンどこで買ったんですか？あ、これはね、無印。最近買ったばっかだよ。なんか昔ね、10年前にファンでプレゼントで、同じのもらったんだけど、ファンにね、誕生日プレゼントでこれ。なんか最近なんかボロボロになってきたから、自分で、本当になんか、何週間か前に、無印で、そう、2000か3000円で売ってるよ。そう、無印でこれ、ピンクのチャック。うん、今同じパジャマ着てるわ、こんばんは。ガーズ、新しいの、あったかいの、欲しい、かわいい、お気に入り、うん、お気に入り。だって10年前からだ、着たの。今日最高でした。いや、いつも最高だよ。かまってちゃんは。最高じゃない時なんて、だからいつも言うけど、ねえじゃん。いや、俺ほんと今まで配信やってきて、今日はクソだったなってお前らに言われたことね。こう、年を取ると声が低くなってびっくりしてます。35歳です。そう。まあまあまあ、いいじゃん。うん、ね、ベテランってことで。うん。いや、俺ほんとに今まで配信でニコ生でも、匿名でもね、言われたことないよ。今日のライブはクソだったなって。うん、ない。うん、足大丈夫？まあまあまあ痛い。まあ大丈夫、いいよ。ベテラン。あ？なんか怪我しました。俺だから柵にバーンカーです。そうそう、3回当てて、うん、1回めっちゃ痛くてすね当てちゃったから。ファンになってからずっと最高です。いやでも本当にお前ら嘘つかないもんな、特にニコ生アナ。お茶ばっかりざいます。次のライブはサウジアラビアです。はい、次はサウジですよ。サウジアラビアですよ、そうっすよ。だって2日後とかだよ。え、ちょっと待って、あれだ何日で出発だっけ。26だから明日帰るから、あ、けど家帰って、はい、でディズニー行く。美佐子姫を楽しませるディズニー行って、そうそう、ディズニーも行くからさ。ディズニーも行くから、そう、美佐子さんの誕生日、うん、美佐子さんの誕生日のために、そうそう、ディズニー行くんだよ。うん、あ、じゃあディズニーは違う。ディズニーは行った後だ。メンバーでディズニー、そう、行くんだけど、そう、それはサウジアラビア行った後だ。行った後、あ、今日みんな来たわ。みんな来た、あ、みんな来てるよ。モノ君のなんか亡霊が見えたよ。お前なんかなんでいい服着てんの？ディオールだし。タバコ吸う人いるかなと思って。あ、タバコ吸うときはあれ別になんかあのそこら辺の廊下で吸うよ。大忙し。サウジから帰ってきて、うん、他のユウの部屋とか使わせて、すぐそこだから。はい、うん、タバコ吸うときは。美佐子さんお疲れ様です。お疲れ様です。廊下で、いや、ユウの部屋とかモノクの部屋とか使います。大阪、サウジ、ディズニー、いや本当だよ。ディズニー、美佐子元気かってないか。美佐子さん元気っしょ。いやもうそれはだってディズニーが待ってんだから、美佐子さんね。そう、メンバーでディズニーはこの行く頃あって、いやだからこれはもう誕生日ですよ、美佐子さん。イエーイ。あなたマジで、ハロウィンがいいって言うからさ。言ってない。いや言ったよ。ハロウィンもいいっていう話をしてる。え、絶対だって、じゃあ、俺けど言ったじゃん。11月とか12月とか、ええんちゃうって、それでもまだ来年でもええんちゃうって。そしたら、ハロウィンイベントがある時がいいって、てめえが言ったんだよ。開けたら終わるかもしれない。なるほどね。うん、言ってたかもしれない。うん。ディズニー配信する？覆面バカ野郎のせいでできなくなったから、そうそう、よくは見るのせいでできなくなったから、やりません。お疲れ様です。はい。ビデオカメラも回せないからね。そう、ビデオカメラも回したかったんだけど、ビデオカメラも今禁止だからな。ああ、そうそうそう。うん、美佐子さんのお酒、美佐子さんと飲むの本当に何年ぶりかね。5億年ぶりだよね。5億年ぶりですよ。そう、そう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 。いや、違う。美佐子さんけど本当にもう5、6年ぶりだと思う。ホテル配信だと思うよ、だから前回。だから美佐子さんってだってメンバー4人で配信するのってホテル配信だけじゃん、大体。ね、スタジオ配信か。美佐子さんパジャマ、ディオールのパジャマ着てる。この後 YouTuber のせいじゃない、あ、ディズニーのビデオカメラ。モノくんまだあいつ寝てんじゃねえの。うん、いやマジで私も一回意識失いかけた。え、やっぱそんぐらいでしょ。いや本当だよ。おやすみなさい。いやもうたいや寝てないと思う、さすがに。さすがにないと思う。食べる。びっくりした。モノくん来てから祝勝会あります。
そう、配信用の撮影は禁止とか。一生来なかったら一生始まらないかもしれない。本当だよ。あいつの番号知ってる？部屋番。部屋の番号は分かんない。一回電話かけてみます。うん、あいつ何してんだろう。うん、おめかししてるんじゃない。うんね、せなんかちょっとなんか鉄とかなんか。モノ君風呂かな、わかんない。だってあいつちょっとあいつ結構ちゃんと来るはずだけどね、いつもね。うん、あいつ結構時間守る系だから、なんか不思議だな。死んでたらどうしよう。死んでたらどうしよう。いや寝てない、寝てない。絶対ランドに行くの。いやそれはもうランドもシーもね、あのスカイも言いません。どこに行くか。ディズニースカイです。はい、ディズニースカイに行きます。だってお前らに行ったらさ、もうマジでさ集まるじゃん。あディズニー、いやマジマジお前ら、あめちゃめちゃ集まるじゃん。あな、ディズニーはお前ら集まるかもしれない。いや集まるよ、新生かまっちゃん。お前らがマジでリアルなところ36人ぐらいなんか集まりそうです。まあ別に、まあ別になんかそこで俺は悪い気はしないけどね。言っていいの？いや別に悪い気はしないけどね、俺はね。日にちは別に特に教えねえけど、もしも万が一あったら、うん、そんななんか、うん、悪い気はしないけどね。ついなんかストーカーみたいにね、一緒に残さスペースマウンテンで、あのミッキーとなんかとか言われたら、それはねちょっとね、 いいねされって言うけど、うん、別に全然握手とかサインぐらいしてやるよ、うん、そんなもんは。うん、まあもしもそんな全然ユニバで良くない。ミッキーの耳とかつけますか？わかんない、ハロウィンだから。気持ち悪いって何が気持ち悪い。なんで気持ち悪いんだよ。ね、ゾロゾロさん握手ならいいかしら。後ろに並んでたらびっくりするよね。いいね、お疲れ様です。なんか今チルチロスの食べた気が。美佐子さん食べてる。おのくん、おのくんいたって何が。いやおのくんいますよ、うん、ちゃんといますよ、モノ君は。大丈夫って言うよ。大丈夫じゃない感じをします、モノ君は。はい、長年の付き合いで、うん、長年の付き合いでこのモノ君は大丈夫じゃない感じのモノ君です。昨日も道込んできて大変でしたじゃん。お疲れさん。まあ、すいません、すいません。え？お待たせしました。あ、お待たせしました。お前別にもっとなんか会社の飲み会じゃないんだから。いや、やっぱね、もう開けないで待っててくれたの。会社の飲み会じゃないんだから。なんか椅子があればさ、いいんだけど、今ね、あのね、一応防眼鏡を使ってみんな映ってるけど、椅子があればね、そう、椅子が一つしかないからね。俺タッパ的に多分ここはちょうどいいね。ああ、お前ね、お前はね、うん、そう、椅子も一つがあればいいんだけどね。でもね、確かにコメントは読めない。それって、ああ、うん、そうそうそう、コメントこっちで読むか。コメント、ああそういうのでも全然何でもいいんですけど、うん、誰かの部屋から持ってきたら、え、そんなことしていいの。していいんだったら別に近いから。椅子とかある。あ、そういうことか。いいの。え、いいのかね。こんばんは。え、いいの。KP しないんですかって。する、元に戻せばいいっしょ。椅子はいい。うん、じゃあ一つ持ってきます。コメント読むように。ああ、ありがとう。戻せば、うん、モノ君が返すなら破損しなければ。そのレッドツェッペリンみたいなことしないよ。レッドツェッペリンはね、ね、レッドツェッペリンとか、ね、リバティンスとか、ね、洋楽のね、あのね、バンドはね、ロックバンドは、あの窓からあのテレビをね、あの人目がけて落としたりとかね、やってたからね。こんばんは。オアシスもそうだっけ。そうそうそう、破壊して。まあマジクソだよな。そこはノー君の部屋なの。そう、これ俺んち、これ俺んち、俺んち。うん、マジでクソだよな。ね、死ぬじゃん。そうだよ、あいつはゴミだからね、うん、ほんまにほんまにほんまに、そう、ほんまにだよ。殺人未遂じゃん。そうだよ、ノーさんち家賃何万なんそこ。ここ3万円です。殺人ではあかんな。ロックを勘違いしてるわ。え、何。まあ何でもいいや。はい、マリリン・マンソン楽器は全破壊したことある。へえ、すげえ。もう後ろに女キースムーンいるやん。そう、会議団引っ越し。椅子誰も座ねえってね。俺は座んねえよ。誰か、タッパが、タッパがってか、あ、まあ祐之助が誰か、美佐子さん多分座ると逆に見切れる気がするんですよね。
まあまあ、いいっすよ、譲り合い。はい。みさこさんおいで。まあまあ、全然変わる変わる景色は変わるんで、とりあえずそこは。はい。変わっちゃう、みんな優しいよね。と、はい、いうこと、お前騙されてるよ。洗脳されてんだよ。優しいよねって、まあ優しいけど、まあ、確かにな、優しいな、確かにかまっちゃうみんな優しいな、優しい方だと思う、優しい方だと思う、本当に、マックン放心してるんやってないか、え、酒飲んだらどうなるんだろう楽屋とかでファンのことあだ名つけて呼ばなそうどういうこと、あ、他のバンド、他のバンドそういうことやったやつとかいるの、素直俺聞いたことねえよ他のバンドっていうか、あれ、あ、そう、コンビニ店員がね、なんかさ、ね、ハゲマルくん来たとか、そういったことか、そういうことか、本当知ってる子悪口、なるほどね、そんなバンドクソだよ、もうクソ以前ですよ、クソ以前ですよ、そんなバンド、めっちゃ犯罪コンビニするって言うねって何、めっちゃ犯罪コンビニするって何、バイトあるコンビニのそれってリアルなのか、今日何曜日、ちなみに土曜じゃない、土曜なの、土曜か日曜日、土曜日ですね、土曜の11で466人しか集まってない、どういうことこれ、この新生活町オールスターズ集まってるのに何これ、ワコンなの土曜日、確かにね、どういうこと、みんな燃え尽きたのかな、かまってちゃんファンでよかった、オールスターズ揃ってるのに、オールスターズ揃うと、ね、昔だったら1000人とか行くときやったもんね、KP はよ、何はよって、みんな眠たいのか、だっていいじゃん明日休みでしょ、みんなみんな明日です、明日休みでしょ、土曜日だからさ、オールスターズワコンでも何でもいいよ、スパイファミリーやってるから俺一回見てないんだよね、いまだにスパイファミリー、アーニャがなんとかってやつでしょ、まあ、アーニャが、今ホテルに着きました、あ、そっか、そういう人もいるのか、まあ、いや、みんなあれか、家にホテルとか家に着いてない人もいるのか、現地組は帰り途中とか、なるほどね、じゃあちょっと待っててやろっか、どっちでもいいよ、俺はいつ祝紹介してもそんな、ああに残すきって、え、スパイファミリーご飯中、あ、これそんな面白いの、スパイファミリー、足腰状態だと多分寝落ちしても優しい、移動中とかあれです、ライブから家着いたよ、今電車で見てます、ああ本当、アートに今日来てくれた人もね、おでん屋で飲んで帰るとこです、いいっすねホテルでみんな疲れてんじゃない、疲れても配信こっちは疲れてる中やってんだからよ、ダズノコライクピーナッツ、何言ってんだこいつホテルで見てますよ、野菜下包まれてるんじゃない、名古屋の時帰りは、ツイキャスをラジオにしてきました、真面目に変えました、おでんや、ちょっと俺ばっか喋ってんな、ちょっとまあいいや、まあもう飲もう、乾杯します、乾杯しまう、乾杯しまう、はい、ピーナッツ好きですかってないが、ピーナッツ、え、あ、いえいえいえ、We love ピーナッツマン、はい、じゃあちょっとね、みんなでね、こんな年越し配信だってみさこさんね、やっぱね遠距離でしか出れないからね、こんな乾杯なんてなんか本当にね、もう何年に1回ですよ、本当新生があっちゃん、本当この貴重なね、あの皆さん乾杯 KP をね、ちょっとね、あの本当にね、あのありが、あのね、あのもう身に締めて、ね、噛み締めてくださいね、本当に噛み締めてくださいね、本当にこの新生変わっちゃうみんなと、ちょっと帰り途中の人は録画で、まあとりあえずじゃあ、じゃあこれはちょっとリーダーお願いします、はい、マジで、はい、お願いします、こういう時何言うか分かんないもん、あ、そうか、いや、とりあえず、はい、ツアーまだ半分ですが、こうやって4人でお酒を交わせることができて、僕は幸せですありがとう、新生かまってちゃん、お疲れ、新生かまってちゃん、乾杯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 、はい、何飲んでんの、まあ、いいや、はい、乾杯、みんな乾杯、乾杯、俺はなんか初めて飲む、なんかみかん、あ、おちょばかあと、KP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 、おちょばかあと、俺なんか初めて飲むんだよね、これ、うん、初めて飲むやつです、これ、うん、みかん好き、そうそうそう、みかん、お疲れさま、初めて飲むんだけど、めっちゃなんか酔いそうな気がする、うん、イケメン、俺から、あ、おちょばかあと、デンスライダー、おちょばかあと、おいし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 おい
おちばさん、リンゴ、何おちばさん、割りをしないよ、割りをしないよ、やけよ。あんまりそんなに、それアルコール入ってる、入っとるわ。7%入っとるわ。ストゼロみたいな感じはないだから、ストゼロみたいな感じ。だからちょっと割り酔いしないように気をつけんね、本当に。割り酔いしないように気をつけんね。精神薬あります。俺も惚れ酔いにしときゃよかったな。ああ本当よ。そうストゼロみたいな感じだから俺な。結構強いですね。うん。7%、いやちょっとちょっとあんまり。ダズイユノスケドリンクアルコホール。イエスユノスケアルコホール。3%。英語で答えるや。惚れ酔いとか女子だろ。3%。うん。3%。ユノスケ is ドランク。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 うん、乾杯ユーノスケだって、ユーノスケ海外のユーノスケファンがいるよ。乾杯、うん、俺のなんか個人キャスでは見かけないアイコンがいるんだけど、うん、そうありがとうございます。ユーガールかなんか知んねえけど海外の、うん、ちょっと俺もじゃあ乾杯。精神薬ありがとうございます。ライブお疲れさせた。ありがとうございます。ちょっとコラかな、もう開けてすぐ You got You got じゃない、 You not get got。 落ちばかった。チアーズチアーズチアーズ。お疲れ。ジョセフじゃんって、何どういうこと。ジョセフってジョジョの。お疲れ様。どういうこと。ジョセフコーラ。なんでコーラやねん。いやコーラ好きだから。ユウくんも今日かっこよかったです。モノラルギャルもいるよ。ありがとう。え、なんで。もう全然適当だなこいつ。なんでだよ。名前いきます。モノラルギャルは俺は増えてると思うよ。やっぱ俺たちな、俺たちリスナーとな、俺たちがモノくんのコーディネートしてさ、なノコガールなんてそんなもん100いっぱいいるだろ。KP な、そのモノくんはやっぱ結構俺はガチでなんかちょっと増えてるんじゃないかなと俺は気はしてるんだけど、ね、かっこいい。いやステージ上のいやだから常にはそれでさいればいいのにね、マジで、うん、常にあの格好でな。マジマジそうだよ。横山やすしだったらそうするよ。横山やすしだったらね。うん、そうだよ。芸能人有名人人に常に見られてると思って、あ、うん、そうだよ。横山やすしだけじゃないよ。うん、うん、モノ君もだからそういう君になりねえ。いやきついな。きついオンオフ、うん、なぜやすさんだ、うん、いややすさん、横山やすしだってあれ演じてたじゃんね。やすさんもあの破天荒キャラ、うん、ものすごい繊細で、ね、雪弱なくせに、そうおテレビに出るとめちゃめちゃそう、ぼなんかなんやねんこら、メガネがメガネがって、そううん、それは初めて知った。うん、横山です。知ってるのって何が。当たり前だろ。どんだけインターネットサーフィンしてると思ってたこっち。うん、横山やすしのこともいっぱい調べたわ。はい。うん。モノさんがどんどんイケメンになっていく。オフがないと辛いですね。オフまああるよ。美佐子が辛いんじゃん。もどっちかっつうと。な。美佐子さんオフある。びっくりした。今ね、猫が鳴いてねえ。今、美佐子さんだよね。どっから俺今悩んでる時にゃーって違和感が意外と入ってないな。じゃあすみません、びっくりした。もう本当にね、猫が入ってきたかと思った。びっくりしたねえ。だいぶオフモードになって。はい、そうなんすか。はい、うん、つまみ紹介せんかい。あ、つまみ紹介一人ずつ。あ、だから何飲んでるかも紹介してきてくれ。俺はこれと、はい、あとスモークタンです。はい、はい、僕はほろよいグレープと、うん、もうちょっと前ゆわかめをいただいております。みさこはね、今日のケータリングで用意してくれたたこ焼きだいぶ食べたけど、ひわかめあんま入ってなかったな。少ない。ひわえ、みさこさんこれ酒、うん、酒危ねえな酒。あー、ブラックに一回炭酸水です。で、カシューナッツに、いいね、カシューナッツ。これがね、さ
違う、メガネかけるお酒を飲みすぎて歩きようになった人のメガネかけるかける。え、なにお前何飲んでんの。ブラックミッカと炭酸水です。まあお前ずっとそれだもんね、ウイスキーね、うん、これが歩き中のマッチロです。え、でも炭酸水で割ってんだ。あ、割ってる、うん、割ってるよ。あ、じゃあ俺と同じ、じゃあハイボールみたいなもんじゃん。そうそう、ハイボール、ハイボール、うん、でもお前量多いんだよな。そうだって、だからね、俺は半端ないね。え、だってこれ一種、これ3日でなくなるもん。やば、やばそれはやばい。だからまだ3日のだけいいんじゃないですか、うんうん、3日でなくなるよこれ。濃さが違う。なんか業務用ウイスキーとかになってったらやばいっす。やばいやばい、うん、だから一応だからブラックニッカは、まあブラックニッカもいいお酒ですけど、割とちょっとよさげのお酒を買うようにしてる。なるほどね、うん、なるほどね。やっぱり安いとやっぱりその分悪いから、あんまり良くないから、うん、歩き中カラカラお酒代かかるね。そうなんだよ。いや文句けど本当にいつもね、うん、あの余計なお世話かもしれないけどね、あと死ぬわよ。細木和子さんみたいな。ただ俺最近ね、何気にこのメンバーの中であんたが一番マジで先に死ぬ確率は俺は高いと思ってる。これは真面目な話。番号一番すいますね。ただ俺最近あのアマゾンでトリプルウコン EXっていうのを見つけて、ラジオので紹介されてるやつなんだけど、あの3000円すんだね。結構結構するね。いいやつなんだけど、うん、あのそれを飲むと、うん、結構翌朝だいぶ違った。あ、そうなんだ、うん、翌朝ね。そう、皆さんもぜひお試しあれ、うん、でそうそう、休館日あるのかしらって来てる、うん、休館日はある。休館日ないよこいつ。なんで休館日？サウジアラビア行ってやっと休館日やっとおい強制休館日。そこも見透かすな。見透かすなじゃなくて、いやさ、もうだからそこはもうまあだから本当にね、3時でどうすんだって話だよね。だから飲まないよ。だから飲まない。飲め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 ない。飲んだらもう宗教的な理由でダメだから。3時で発狂していいの？ない、しない。そんな。だから発狂、わかんない。だから寝れなくなっちゃうじゃん。いや寝れると思うよ。最悪、もう最悪なんかもうあのなんとかしてます。まあ俺もだから最悪配信しようと思って。寝なかった。余計寝れなくねったもん。え、だからもう寝れないからいいじゃん。なんかだって寝なかったもん。ずっとぼーっとなんかするのか。いや、そしたらそのうち眠れるかもしれないじゃん。え？そのうち眠れるかもしれない。ぼーっとしたら。いや、そのうち眠れないんだよ。俺頭の中ぐる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 。考えてしまって、そう金子と言ったから。じゃあ俺は寝れるわ多分。お前は多分じゃあ寝れんじゃん。それいけ。言えちゃう。わかんない。わかんないよけど。連れてってもらう。俺は多分寝れるわ。考え事。まあ、でも俺も考え方してるよ。ノンアルのもう、あ、そっか、ノンアルとかだったら大丈夫なのか。うん、あ、でも売ってるのかな。ノンアルってでも別にアルコールじゃないもんね。もうそんなんじゃ気が紛れるんないもんね、まあ、モノ君の場合は。いやいや、でもノンアルでも意外と酔っ払ったふりみたいなのある。いや、ノンアルあるよ、存在するよ。ノンアルは入ってる。向こうでなんか売ってるらしい、ノンアル。うん、俺調べた。うん、なんかタバコもだから向こうで買えばワンチャンね、だよね、なんか寝据えるみたいな。いや、それだけでもあればいい。それだけでもあればいい。本当にお酒全くダメ。それは本当にイスラム教の。捕まっちゃいます。はい。うん、捕まるんだっけ？捕まるよね。うん。そうそうそう。イスラム教のあれで、そうそうそう。そう捕まるんで、あと、ま、万引きね、モノ君したら、だって腕が取られます。取られる。剣盤引けなかった。手首が取られます。剣盤引けなかった。はい。悪い、俺手なくなった。はいはいはい。いや、マジで。うん、あの、いやでもそうです。俺だけ重大いけじゃん。本当だよ、本当本当。これ本当だよ、本当本当。これ冗談じゃなくて、うん、だからお前らやっぱね、俺たち日本人ってシャンクスかなって。俺たち日本人ってやっぱサウジアラビア、中東とかやっぱそういうのね、なかなか遠いところだからさ、やっぱ知らないことでね、あ、いっぱいあるから本当に書いてあってビビった。いやでもやっぱそうそうそう、俺らもだからね、結構だからは初めての海外がさね、うん、一番ね難易度が高いところっていうのはなかなかまあいい洗礼って感じでね、もう未知も未知ですからね。未知も未知ってところでね、そうそうそう。今後の、まあ、今後もだからアジアとか、ね、だってもともとアジア行く予定だったんで俺はパスポート取ったの、あの中国、香港、中国と香港と台湾かな。そう、それでコロナで亡くなったから、うんうん、そう、もともとはそのために俺あれ
俺たちはパスポート取ったんで、校内なくなっちゃったんで、ま、そうそうそう、うん、だからまたいつかあるでしょ、そういうとこ。息子さんのパスポート写真って言ってる人がいる。みんなのパスポート写真見たい。よせみ、見たいってなんか。ゆきゃき。写真も、パスポート写真見たい。パスポート見てたい。持ってきてないよ。持ってきてないだろうけどね。うんうん、いつか見たい。あ、かまちゃん、韓国人気高くなってる。いや、でも、誰も財布持ってない。でも、韓国とか、確かに俺、リプ、確かにね、韓国だけじゃないけど、なんかやっぱ、海外から相変わらずリプはいっぱい来るので。ますね、うん。無事に帰ってきてね、マジでそれだからね。フラフラフォーマル。無事に帰ってきて。配信があったら見ます。あ、サウジアラビア拠点で活動する、あ、まあそれもあるかも。そのサウジアラビアはあの僕らホテル配信とかはできたらします。まあホテル配信多分できると思う。あと、ミス終わるすぎるやつみたいな。あとまあちょっとタイミングでちょっとどっかあのね、できる外配信できるとこあれば。します。ただなんかその環境的にそのインターネットがあんまりそのスムーズに繋がらないって話はなんとなく聞いてる。言ってんだよ、日本と違えよな、ね、うん、サウジさんもう 5G どころじゃないよ、ね、もう 12G とかだよ。でも実際 5G は飛んでるっぽいね、うん、砂漠に電波あるか。サウジアラビアがっていうかその行くところがって感じよね。そう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 。オイルマネー恐るべし。あ、お前らちょっと昨日も俺あれ配信で言ったけど、お前ら石油の話とラクダの絵文字は ANG だからな。分かったか。みんなは打ってる。今はいいよ、まだ。今はまだいいけど、てか俺も NG ワードにぶち込むから。サウジアラビア行った時。羊ならいいっす。はい。アモさんに改めて聞いたけど、なんかね、今日も分かってなかったよね。なんでラクダ NG なんすかね。ラクダはしかも絵文字。その石油は分かる。別にね、何もバカにしない。ラクダのまだワードだったら分かるじゃん。うん、絵文字が NG って、そうなんだ、ね、なんかやっぱ絵文字に対してあれがあるんだよ。気に入らなかった。こんなのラクダじゃねえって。もっとかっこいいんだよ。もっとしっかりしてんだよって。しっかりしてもっと光らせろって。石油はなんかその国を挙げてね、だって石油運動みたいな感じになってるから。ラクダは肉、あ、もうトントンやった、ごめん。肉がうまい。でもラクダ触ったらなんか必ず手洗わないと病気になる。あ、そうだ、ね、そうなの。それちょっと見ます、ね、よく知ってんね、お前。ラクダ言ってなかったっけ、話に。え、うん、よく知ってんね。そうなんだ、ラクダの毛布あったかい、うん、へぇ、ね、すごい、今へぇがいっぱい起きてる、うん、ラクダ乗る機会があるかわかんないけど、うん、顔にラクダのコブついてねえよ、バカ、うん、そうですよ、感染者はどれのこと言ってる。これか、ラクダ、まあ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 、たとえ触っちゃった、あ、そうだよね。今もうダメです。狂犬病みたいな感じ。じゃない。いや、そんな場所によって違うみたいなあるか。あるでしょ。あるの、やっぱりあるよ。そういうワクチン受けてるラクダとか。まあ、それは犬でもそうじゃないですか。キャリーとかってインドから入ってきて腹壊したじゃないですかね。そうなんだ。あ、そうだっけ。千葉銀。なんか変な魚食って。変な魚食った。腹壊したんだよ。そう、千葉銀はだから、インドで人、あ、弟となぜかインド行って、そう、あいつ。そう、なんか気が狂ったらなんかしんねえけど、なぜか弟とインド行って、そう、それでインド配信なんかしてまして、インドもでも大変そうだったね、 Wi-Fi とか、うん、インド人スワック習ってきたの、ラマヌじゃん。いや、そんなんじゃない、なんか分からん、理由は分からん、本当に、うん、今考えたらすごい、ね、千葉銀に聞いてくれ。そうだね、あいつもまた配信いつかするんだろう、うんうん、次の千葉銀の配信の予定は聞いてないの、みんな。うん、俺はまだ見ねえけど、俺も結局見てないね、うん、見ないな、多分。皆さんライブで行きたい国ありますか。そんな連休あればできるらしい。なるほど。そんな行きたい国って言うけど、俺は別に国もそうだけど、やっぱ国内もそうだし、やっぱり場所は選ばねえよ。もうステージがあればもうそこで叩きつけるだけで。お部屋はね、あれ今ね、のこさんの部屋にみんなで集まってるだけで、それぞれあります。うん、みんなは、みんなは宇宙行きたいよ。宇宙なんか俺行きたくない。
ちょびね。さっきも宇宙飛行士さんのインタビュー見ながら寝落ちしかけて。俺はどこかな。え、何？行ってみたい場所。ああ。僕それはあれイースター島しかないし。なんでだよ。俺帰っちゃう。埋まってあれ帰らないじゃん。え？もうまあ俺埋まるわ。私行かないんだけどやる。髪の色もなんかなかなかいい感じ。故郷に帰ってくる前。しかもメガネかけてるからそれは珍しがられるし。まあまあ、あれメガネモアイがいる。レアなやつだ。レアなやつだ。ね、いやいや真面目に言うと南極。え、お前南極行くの？マジ？南極行ってみたい。マジかよ。南極行くのお前。行くのって行かないよ。南極何目的？行きたいでしょ。俺が行きたいって言ったら君たちも。あ、いや行きたいよ。ね。でも俺も行きたい。南極。でしょ？南極行きたいでしょ。南極ってけどどうやって行くかなんてさ、誰かこれ結構リスナーなんでやっぱ旅人いるから、まあ、あれってどうやって行く？観光地としてね機能してるのかっていうね。確かに。そうそうそう。そもそもね。ペンギン目的じゃないよ単純に。やっぱり分かる分かる。人生やっぱ南極ってのはやっぱりね。一度行ってみたいって感じ。いや、オーロラ、まあオーロラとかは、オーロラってそんなで簡単に見れるもんじゃん。なんかそのこの時期見れるみたいな行って1ヶ月オーロラ待ったりするらしい。へえ。今日も出ないで。船で行ったりとかじゃないの。星空綺麗そう。いやもうそれどころじゃない。オーロラできたら配信できなそう。南極なんてもうカチコチになるでしょ。勝手なイメージだけど。カチコチになるでしょ。でも上村直美みたいにこうオーロラっけ。オーロそう北欧かアラスカ。別にオーロラ見たかったら別に南極なんか必要ない、うん、アイスランド、ね、へえいいアイスランド、アイスランドとかで。まあ詳しいな。あれだお前。いや見それ北の方じゃないですか。まあ北だけど、それは北だけど。アイスランド僕詳しいで見れるかもしれない。なんだお前な。そんなに詳しい方じゃないでしょ。お前海外にはなかなか普通なの。海外普通なのかお前普通じゃないよ。そんな結構常識だぜこれ多分。うわっ。いや何、いや、ま、いや、いや、マウント持ってないよ。本当だって。いや、ね、なんでこいつマジ。いや、わかんない。オーロラといえばアイスランド。いや別に嫉妬してるわけじゃなくて、今基本みんなフィンランドってきてる、ね、意外な。え、アイスランドもオーロラ見れるっていうね。いやいや意外な。逆に大島が俺のごとくも下に見すぎだって。これって多少あるよ。だって上に見れねえじゃん。上に見なくて下に見すぎなんだよ。もうちょっと人間に見てくれよ。見てるわ。お前そんなな人間カマとかそんな扱いしてねえ。いやいやそうだけどね。でも別にそんなけど豆知識がなるなんかそういうのあるから。いやでもだからいろんなところで見れる。ああね、フィンランド、カナダ、アイスランド、ナチュラって来てけど、あい。そうそうそう。アイスランドで見れるよね。アイスランド、はい、白クマなでなで、いやなでてきて、あれだから、あれだよ、東京とか南極行ってもさ、あれじゃない、船ツアーとかじゃないの。あ、うん、だからもう上陸はできない。上陸できない、なんかそういう感じじゃない。あ、もう YouTube で見ろよ。お前とかしろよ。君も行きたいって言ったじゃん。いやまあ、いや俺も行きたいけど。残さない行きたいかもしれないけど、多分道中めちゃめちゃ嫌になると思う。まあいつも言うけど、YouTube とかで、ああいう、まあ、あれで牛群かもしんないけどね。なんか満足しちゃうんだよね。良くないよね。日本国内でもさ、銀座温泉でもあれ見てさ、ホームページ見て入った気になっちゃうから。確かに。結構やっぱ、ね、確かに、マジかよお前。うん、いや、なるなる。それは分かんねえわ。ホームページ見て入った気になんねえよ。バーチャル。いや、けど、だからいや結構俺、国内銀座温泉、俺温泉好きだから。屋久島とか昔から行ってんじゃん。うん、海外もそうだけど、やっぱ国内でも行きたいところやっぱ全然ある。まあそれはあるね。てかその行ったらさ、うん、ライブでは行ったことあるんだけど、観光で行きたいなっていうとこいっぱいある。そうだね。あ、うん、犬神なんだっけ、あのもののけのモデルになったとこ。もののけのモデルになったところ。なんだっけ名前。何？白神さんじゃん。白神さん、ああ、もののけ姫のね、あの、ララ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 ラってやつ、あ、こだま、そうそうそう、こだま、あと、築地行きたいっていう話してて、犬鳴き村じゃないです、ホラーです、それ、それはホラーです、青森の、そうですね、青森の、あ、こっちの方、ちょっと、近所じゃん、近所ではないです、多分実家から車で 2,3 時間行かないと、いや、それでも近いよ、近いじゃん、なんで、行ったことない、行ったことはないですね、なんでだよ。なんでだよって言われる。いやで、カシラスめっちゃ食べてる。リンゴしか食ってないリンゴもそんなに食べてない。本当にのこさんの青森の人への偏見がひどいんですよね。毎回毎回。
や、青森、あと青森駅近くの海、俺好きだよ。ひどい上にさ、あの、あれなん、新しい情報をいくらゆうくんが話してもさ、上書きされない。リンゴのイメージしかないっていう。いや、リンゴのイメージ、だけど大自然いっぱいあって好きじゃん。いや、それもね、夏の魔物でさ、フェスでさ。まあ、それこそ白神さんとかもそうですね。うん、あとコンビニもねえしさ、鳥取と青山は本当にコンビニねえかんな。どういうことだよ、どうやって暮らしてんだよおめえら。青森って海外みたいなもんでしょ。こいつひでえな、こいつひでえな。一番そういう、あなたはどこ出身ない気になる。夏の魔物行ってみたかったよ、青森の黒く潮水、ね、それ俺も行きたい。いいね、そう、知ってる、俺も温泉マニアだから。青森の黒く潮温泉みたいな、そうそう、あれめっちゃ綺麗だよね。いやね、あのカナメンバーとあの温泉行っても私一人になる。あ一緒に湯に浸かることは混浴ぶれとかあるかもしれないし。いや、そこでも嫌で、それも嫌じゃない。それも嫌で、私は別にいいけど嫌じゃない。私もいいよ、別に。私もいいんだ。カリボリカリボリ。そんなまじまじ見ねえよ。私はまじまじ見ないけど。いやいや、まじや。なんだよ、このトーク。なあ、赤くなるな、顔が。うん、見るだろって。でもさ、見ねえ。普通にさ、あの水着着てハワイアンズとかめっちゃ行きたくない？でもハワイアンズは福島だよ。ねえ、ハワイアンズ、ハワイアンズ、スパリゾートハワイアンズでしょ。何それ、知らない。そうだ、出やんない。福島県にあるの、近いんだよ。ハワイアンズ、ね、めっちゃ楽しそうじゃない、ハワイアンズ。ちょいちょいモノさんが顔出すの面白いな。福島くん、何、あ、福島にあるの？ありがとう、ごめんね。ハワイアンズ、うん、ある。へえ、知らない、初めて聞いた。いっちゃんなんか巨大プールの、うん、あったかい版みたいな感じ。あ、行きたい行きたい、これマジ行きたい。そうですね、これ俺もうプールは行きたいから。これ流れるプール、ウォータースライダー、そう、ありとあらゆるいろんなゾーンがあって。え、全然近いの？近いよ。何時間ぐらい？2、3時間で着く。あ、本当に？そんな、うん、本当に。だから蓮沼温泉でもね、あのメンバーと行って楽しんだじゃん、あの時。そうだね、うん。いや俺ウォータースライダー好きだからさ。じゃあ来年の夏とか。そう、フラガールのところ、フラガールのところ。ここいいね、でっかいね。いいね、みんなで行きなって。いや行きたい行きたい。口調が30秒で用意しな。ああ、口調なのウォータースライダーとか。これすごくないですか、このウォータースライダー。ああ、これすごいね、ちょっと見せてやるよ、うん、テンション上がってね。いや、ウォータースライダー上まで登れないよ。いい、ね、高所恐怖症。そうだよ、だから千葉県の蓮沼のプールの時でもさ、だからさ、これ何回も話したけどね、階段でさ、うん、ね、こうやってさ、俺だからあれ、あのウォータースライダーであれさ、あれのあれ持ってきて、あれ向きや、それでさ、もう高くてさ、もう俺高所恐怖症だから、もうこうやって下つけ、こうやって、ね、すごいひどそうだったよね。いやさ、ね、お前見たの？お前だから、もうそう、だから大島大丈夫だよみたいな、お前使ってくれ。子供がちっちゃい子供はどんどん抜かしてくる。俺本当に高所恐怖症なの、本当に。いや、わかる、あのなんか守られてない感じあるよね、あのプールのああいうのって。ああ、なんか少しスカスカって。そう、あ、そう、あれなんだ、階段と階段の間になんかそのさ、隙間、謎ある、あるあるある。そう、あの隙間、あれ何なんだろう、あれが怖いねんな。私も上まで行ってやめようかなってなったことは全然ある。高所恐怖症の人分かるっしょ。そう、あれ分かるっしょ。あれやめろよな。え、のこさん、この間の WWWX の階段は大丈夫でした、うん、あれ大丈夫よ。あれは結構怖くないですか？あれはね、そう、なんかさ、あの狭かった、急で、その下学園ステージ行くとこの階段ね、ちょっと怖かった。そう、怖かった。あのさ、結局足の幅より階段のさ、うん、あのスペースがないとさ、怖くない？そう、はみ出ると怖いね、階段から足出て。怖かった、うん。いや、怖い、ダブダブ怖かったな。そう、とりあえず本当に高所恐怖症なんで、ね、はい。何も言うも高所恐怖症ではないですけど、俺だけじゃない。高いところが、観覧車とかの安全が保障されてる場所は大丈夫。そう、静岡の観覧車でなんか山の中にある観覧車みたいなの乗ったら、あのもう山でさらに高くなるわけで、めっちゃ高い上にゴリンゴリンに揺れてて、めっちゃ怖かったけどね。観覧車ってこんな怖かったっけってなって。観覧車ね、まずマツケンサンバ流して楽しい気持ちで観覧車の。キモンサートしか乗ってこないやん。
あ、そうか、あれ観覧車もね。そうか、そう、あの観覧車も今ZEP東京ともともになくなっちゃったし、ね、骨しかないんだよね。生きで見たけど、松剣サンバ、松剣サンバ流して、あの怖かったから、観覧車地味もな。友達と、俺は高所恐怖症と低所恐怖症ぐらいかな。マモ君はいろいろ、いや、お前結構あれだよね、なんだっけ、先端、いや、先端じゃねえわ、あ、集合体、集合体、あ、それが何、マモ君はだから集合体恐怖症がほんと2年前ぐらいに、うん、ぐらい突如、何が起きたかわからない、そうなんだ、そうそう、そう、集合体恐怖症、元からじゃなかったんだ、ハスコラとかだからダメだ、ダメだね、そういった、そう、なんかでもいくらとかは別に平気なの、いくらとかは平気なの、でもさ、いくらもさ、画像だとちょっと怖いとき、いや、なんかね、黒い黒枠があるやつはダメなんだよ、でもやっぱ無理な人、無理、俺は全然わかんないんだよね、いや、羨ましいよ、羨ましい、全然わからん、なんか、うるっとはなるけど、うん、モノノケ姫、あー、モノノケ姫、最後のね、大丈夫、大丈夫、あれは全然大丈夫、え、そう、全然大丈夫、確かにハスコラは、ハスコラが苦手っていう人はいる、イチゴも大丈夫、何がダメなんだよ、マインクラフトもね、壊れるし、ねえ、そうなんだ、ミサコさんにしか伝わってない、なんだよそれ、そう、壊れる瞬間のひびがダメ、ひびあれ集合、うん、もうちょっと現実的な、ないのか、現実的な、原因蜂の巣は、蜂の巣も大丈夫、じゃあ大体大丈夫、大丈夫じゃねえか、なんだったらそれしかダメだよ、ゲームがやりすぎて頭がおかしくなっただけだろそんなことないでしょ、ゲームの中だけじゃねえかよ、いやでもね、画面の系は多いね、うん、ね、で、そう、デジタル画像だけじゃねえか、お前、確かにデジタル画像がダメだもんね、マイクラで発症して、マイクラでしか発症し続けてない可能性じゃあそれってあんまりなんか集合体恐怖症とはないのかな、で、まあ、デジタル集合体恐怖症ってやつじゃないですか、まあ、そんなのあんのかな、知らんけど、一番画面見てるのに確かに、まあ、よくわからんけど、うん、千葉銀の背中、 あれはダメだったあれダメだった、何何どれ千葉銀の背中にキラカードバーって、あ、あれダメだったの、ダメだったんだ、ね、千葉銀が辞めるときに、うん、最後千葉銀キャンペーンでファンの人が一人一人千葉銀の背中にキラカードを貼ってくってイベントがあったの、そう、千葉銀ブワーってね、背中にキラカードが貼ってて、あれダメって、あれダメだった、うわー、ごめん千葉銀、さよなら言ってたね、手知ってる、なんか幼稚園生の時に千葉銀のキラカードをそっと残さんがパクったっていうのが23歳の歌詞に反映されてるんだよ、あ、そう、俺が幼稚園の時に千葉銀があれなんかね、あいつがだからパーティーしててね、パーティーしててなんか千葉銀のネギエで、その千葉銀をパーティーしてる間に俺がキラカード2枚盗んだんだよ、なんじゃないよね、うん、そう、幼稚園の頃に、うん、で、そうもう生まれつき犯罪者だから、それを大人になって返す、そういや、あれ良かったよね、よく持ってたよね、本物を、ああ、いや、でもその当時のキラカードを残さずずっと持ってた、物持ちいいから、けど俺とあとと他のもちゃんと持ってるよ、セットガビランなんか、いや、もうドラゴンボールのキラカードとかマジック・ザ・ギャザリングとかタマゴッチの城とか、タマゴッチの城、いや、本当にタマゴッチの城か、ギャオッチもあるし、ヤオちゃんにそのだけで、あとはいろいろちゃんと、はいはいはい、俺は本当に物持ち、物持ちいいんだよね、すごいわ、それはすごいわ、うん、そう、え、そういうのみんな捨ててるの、捨ててるよ、いや、私捨てない派だけどね、実家行けばなんかあると思う、マジで捨てる、どこに置いたかは全然分かんない、そこからもらったものは捨てないよ、でも自分で買ったやつとかはもうすぐ捨てる邪魔だと思ったら全然捨てる、ミサもレアなのあるんだ、ミサもレアなのある、ポレストビスケッチとかも速攻したのミサもすごいのは、かまってちゃんのグッズ捨てたことない、やっぱないな、サイコパスってなんかそんな感じ、初めてからあいつ愛着がない、そういうとこはね、すごい、人からもらったものは捨てませんよ、ミサもさ逆に捨てないんだ、捨てない、ミニマリストかな、俺と同じ感じか、ミニマリストでもなく、うん、そう、どっちかって言うと、もう、うん、のこさんと同じタイプだけど、うん、あの、のこさんほどどこに何があるか把握しない、え、ああ、お前ね、ちゃんと閉まってないって、ね、そう、どうこうやったっけな、閉まってんだけど忘れるんだよ、ね、それはじゃあ、掃除配信して、あれあったはずなんだけどね、うん、みさこさんもお宝配信やっておくれ、
そうだよ、お前らあれよ、俺もう今までいろんな全部見せてきてるんだから。わかるしかない。ああ、自分で描いた、昔描いた、自分で描いたエロ漫画ですら見せてる。え、そんなのあんの？すごいね。え、俺昔、ニコ生、ほんと昔は見たことある、うん、自分で、あの中学生か高校生かわかんないけど、うん、自分でエロ漫画って別になんかエッチな、なんか、うん、そうそうそう、懐かしいな。でも自分で書くってすごいね。なんかその生誕イベントとかでは紹介したりしたことあるけどね、うん、配信でね、あ、なんか人に当てた年賀状とかを。あ、でもね、すごいんだよ、あの最後のカッコ笑いみたいのがすごい、ね、爆笑とか書いてまあでもそれは時代じゃない時代すぎて、ね、あのね、それだけで恥ずかしくなれるすごい。みんなの一番のお宝は何だろうって。爆笑、漢字ね。何分かる、え、何爆笑ね。爆笑ね、はい。全然だよ、そんなもん。僕はもうなんか、いや、もうなんかイラスト付きの通り。いや、そんなもん、ちょっと真面目に答えたらもうそんなもんね、もう分か、もうそんなもん誰だって分かると思うんだけど、何だろうな、次。え、一番のお宝でしょ。俺はちょっと気持ち悪いと思う。俺は物質としてか、物質的なものとしてか、気持ち悪いかもしれないけど、俺は、うん、俺からもらったマック。おお、マジか、俺からもらった。やばい。いや、マジか、俺なんか冗談で言ったけど、いや、本当だよ、あれは。お前なんか怖い顔で見つめる。いや、でも怖い顔あれは本当怖い顔で見つめる。めちゃめちゃ真顔でしょ。めちゃめちゃ真顔でしょ。真面目だよっていうこと、真面目にね、本当本当。いや、あれは本当。いやいや、まあまあ、いや、あれ、いや、いや、本当にあれは嬉しい、嬉しい。いや、そう言ってくれて嬉しいな。だって多分、うちの俺の部屋にある中で一番高価だから。別に買う。いや、まあまあ、そこは、ね、値段たまじゃないかもしれないけど。そうそう、いや、でもまあ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 、いや、でもこれは本当にあの、うん、ちょっと気持ち悪いですけど。いや、気持ち悪いって。そうですね、全然、うん、そうですね。じゃあ、他はなんかありますか。いや、これなかなか難しいよね。いきなり行かれてゆうくんは、ゆうのすけは、あ、俺があげた椅子だろ。え、俺があげた椅子。お前、その流れでお前、ビーズイルバさんか。いや、椅子もらったんですよ、ゲーミングチェアみたいな。ああ、いいんだっけ。しょうもない椅子座ってるから。いつまでも手をつないで。いや、そう、椅子なんてマジか。いや、だって作業ね。ゲーミングチェアだけど。ゲーミングチェアじゃないんだけど、うん、そのこう、ちゃんとギターが弾けるように、そう、こう上げれるやつね。肘をこう、ちゃんと上げれるように。しょうもない椅子。いや、あの、しょうもない椅子だったよ。だから体操したらね、座ってやったから、ね。いや、なんか、逆にあんまない。元々家にこう、うん、あるやつ。そう。それで腰痛いって、それ当たり前じゃん、それさ。それはまた別の要因ですよ。そうなの？なるほどね。いや、でもまあ、俺は無理にしてた。なんかありますか？あ、そっか。あ、モノくんのではないのね、絶対。いやでもそれはもちろん大事に座ってますね。いや、そんな別にいいですね。なんか俺こう長いで酔っ払ってからブロックんのかなと思ったら違ってるんですよ。なんかある。真面目に考えてください。いや、これ難しいよな。難しい。一番はかなり難しい。いや、これ俺も難しいよ。何でしょう。なんだろうな。美佐子さんなんて、いろいろめっちゃある。今の部屋の中のものは結構紹介したいもするしてるんだけど、あの、一番は難しい。実家にあるやつとかとんでもないと思う。ああ、まあ実家はまあ一応含めないでいいんじゃない？うん、だってそれだけ大切だったら持ってくるでしょ。あ、いや使わないけど大切だから実家に置いてあるって感じ。うん。難しいね。難しい。なんか俺そこで出ちゃったけど、なんかあれだね。思い出の品系は実家に置いてある。俺結構何個かやっぱ出てきちゃう。うん、やっぱほんと新鮮かまちゃん使ったもうと真面目に。ああ、そうね。今まで使ってきたノートパソコンとか、そう外配信で使ったぶっ壊したノートパソコンとか楽器とか、なんかそういうの、あのフェスのパスとかを私多分捨ててない。さ、データ、まあデータもとかもそうだね。データとかも、楽曲データも、そう、ペンテル作った楽曲データとか、紙ヘル、今まで残ってるし、紙ヘル、まあ、紙ヘルは別にどっちか。部品はあるよね。どっちかっていうと、そう、だから今そういう感じ、真面目に言うと、うん、いろんな。いやー、大島物置からやっぱいっぱいあるだろうね。うん、いっぱいある。自分で申請かまっちゃうはずですか。大切じゃないって思ってた。そう大切じゃねえや、別にいいや、これ。捨てちゃうから。多分1年前ぐらいはさ、これ、
これ大事だかって思ってるのが忘れてるのかもしれない。機材とか出たけど、もらったものは覚えてやっぱ、うん、自分の楽器では、ね、俺もだから例えばギターだったり、うん、初めて買ったり、ね、リッケンバーガーとかさ、なんかそれ系の思い入れ全然ないんだよな。全然初めて買ったドラムセットとか全然思い入れない、うん、今のドラムセットの方が大事。今使ってるあの赤いやつドラムなさそうはやっぱあれ思い使ったやつだっけ。あれはだからそのオーディション通って、ね、で、まあ僕その時まで3000円ぐらいのベースしか持ってなかったんですけど、でそれでやるぞってやって買った。なるほど、やるぞっていうと一気に20万ぐらいポンって。なるほど、ね、いやいやでもまあ分かる分かる、まあ今なんだかんだそのパーツ変えたりっていうので一点ほぼ一点物みたいな状態にはなって、まあ言うはもう機材が逆に出てきたら俺はびっくりするわ。機材が、ね、逆に機材があるお前、超大事にしてるもの今の家には少なくともないと。私いや家じゃなくてもなんかフライパンですとかね、フライパンがくれたフライパンジャムおじさんじゃないじゃん。なんだそれ。服一回中華鍋を育ててます。売ったね、フリマで売ったわ服。あのかまってちゃんのこの時のライブで着た服ですって、なんか個人的には思いあるけどもっと大切に取っといてくれそうな人がいるかなと思って。あ、全然別に高い値段とかでもなくって振りまで売った。振りまで売った、うん、自分のグッズ。前パパ活じゃない、パパ活じゃない、普通に誰でも来れる感じの自分のグッズをヤフオクとかで売ったってこと。振りまで売った。いや違う、あの現場で、あの淡路カフェ。淡路カフェ、うんうんうん、服淡路カフェ受けてくれた人はねいると思うけどね。なんだそれ、買ったよ、ほら買ったよって言って。なんだそれ、何のイベントで。そう、あのね、あのバンモンメンバーとやったんだけど、その全然個人的にそのかまってちゃんの時に着てた。うちらそういうことやったことないよね。いやでも私物売るみたいななかったっけ。ああ昔、それは昔よ、昔2010年とかあった。あ、私物売るエフェクターとかね、かま袋ね、売るっていうかかま袋あったら確かに。そう、かま袋、なんかおまけでついてくるみたいな。 DVD のセットみたいなの、私物プレゼントみたいなの昔ある。当たりについてくる。千葉県がない私物をオーディションってどういうこと。何その話は。ああ、売らずにくれよ、売るよバカ野郎。なんかプレゼント企画みたいな抽選で当たるとかだったらね、別にそれでいいんだけどね。違う、俺もね、違う、最近ね、あのね、あのやりたいってさ、あのさ、事務所に行ったって話したっけ。そういうこと話しないかお前らに。聞いてないかも。うん、だからやりたいって昔みたいに売って売り、うんうん、こいつらに売りつけて、うんうん、レコーディングとか、レコーディング費用とか、そういうのに当てるためにみたいな。そしたらなんか、あれ、なんか、サイト作るの難しいですよ、みたいな。そういったヤフオクみたいなサイト作るの。ああ、まあネットで売ろうとするとそうだね。そう。ヤフオクでいいじゃないか、あるの。まあ、なんか、とりあえず、なんか難しいって言われた、ね。独自のサイト別に作る必要はないよね。やってほしい。いや、だからそう。いや、単純にマジで、これ、純粋レコーディング費用とか、そう、ね、そう、気に回せばね。うん、そういうので、やっぱ俺も別に全然さ、なんか売りたいのと、売れる機材とかもあるしさ、うん。思い出深いのね、いっぱいあるもんね。なんだろうね、ヤフオク使いやな。モノク使用済みの絆創膏使いてよ、どういうことそれ。気持ち悪いな。なんだそれ。ないよ、捨ててるよ、とっくに。何の伴奏か。サウジアラビアで忙しい。あ、今は忙しいってこと。じゃあ落ち着いたらやってくれるかな。今じゃないよ。もう半分払うし。ハッシュナッツめっちゃうまい。半分食べてる。半分食べる。いや、もうずっと食べてる。全部食ってる。白メガネください。あ、あの、何白メガネ。じゃあ、あの、社長みたい。社長みたいって言われたやつね。あれ、結局、耳はパンパン。ベンチャー企業のね。確かに、そういうのね、別にね、いいじゃんね。気にしてもあれか、恥ずかしくてもね、やめたか。違うんだって。じゃあこうかぶれてるよ耳が。ああ、それの問題。そう、本当、それ本当よ。何、なんかあれ、アレルギーみたいな。あ、金属アレルギー。あれ良かったのにってコメントが2件いっぺんに来てた。マジで耳がかぶれたのよ。モノクはね、あのね、あと金属アレルギーあるんですよ、こいつ。これもだから2、3年前から。金属だけじゃないもんね、なんかね、ゴムとかね。そうそう、この鼻のところとかも。かわ
シリコンとかにしないと、うん、ここが荒れるような曲。ベルトしたらなんか、なんかなっちゃう。ここが黒くなる。荒れ方が違う。そう、モノ君金属アレルギー。それもいきなりっしょ。いきなり。2、3年前。もう酒だよ。今あのメガネ描いてたらまた印象違くなりそうだね。酒、酒くさかしねえけど、まあ、と、としか酒だね。さすがにね、かわいそうやんな。全部酒なんですけど。いや、わかんない。皆さんどう思いますか、モノ君、これ、この変化。だって2、3年、だってこの2、3年でこいつなんか、高所恐怖症じゃなくて、なんか、あの、集合体恐怖症とか、うん、なんか、あの、なんか金属、ね、なんか、なんか恐怖症みたいな。いや、体質変わったんだと思う。うん、運動は勢い、まあ、多少ね、うん、多少はしてるからね。アレルギーは急になるよって言ったけど、アレルギーってね、やっぱ酒のせい摂取をたくさんしたら、言われてんぞ。突然、なんか、その、その何か値に達して、そっから症状出るみたいな。年取って免疫力落ちてんだけど、そんなみんな一緒だぞ。ユウノスケや俺ら3人はそんなに。確かにね、三田子さんもなんか、うん、ちょっと女性に対して言うのもあれですけど、うん、あの、うん、年齢重ねてなんかあれ今まで若かったのに時はなかったな。だね、オールが楽しくなくなって。それはそれはみんなですよ。なんか、なんか体質的なものはない。意外と多分大丈夫。それはわかる。わかるよね。全然楽しくなくなったよ。それはオールマー俺きつかった。オールマー。これ20代前半まではむしろ楽しかった。クラブでナイトファイアとかしてるの。そんなしなくてもいいんだけど、なんか友達とダペってとかカラオケとかそういうので。朝を迎えるのが別に昔はむしろもっと一緒にいたい楽しいってなってたのに、あの全然同じ気持ちもっと一緒にいたいと思うんだけど、一旦帰ろうってなる。そう、一旦帰って寝てから集合しようみたいな気持ちに。なんかない、はい、そういう意味での体力が落ちた。アレルギーは出てないね、急に出、うん、あでもね、カラー剤がもしかしたらそうかもって、今回からだけど。カラー剤が、あのね、いや、あのね、うん、頭が直接荒れるんじゃなくて、うん、あの首とかに出る。それは別に染めてからちょっと経ってから。カラーの、ね、あれっしょ。カラー剤のやつが。そもそもじゃないやつ。そもそも、ね。チェック。なんだっけ？そう、カラー剤で。そう、うん、あの、あれ、ブリージ性的に痛いとかはない。全く。うん、ブリーチなアレルギーではない。いや、なんかね、カラー剤ないよね。カラーイズビューティフォーだって。抜く方じゃない。カラーイズビューティフォー。Thank you。Thank you。俺だから、まあ、俺最初に言ったでしょ。だから俺は金属アレルギーだし、脂肪体だし。出てこなくなっちゃうのか、おじいちゃん身が深すぎて心配になった。今まさに。え、でも2くらいだね。いや、でも高いところは。飛行機も苦手やね、2人。お化けもダメやしね。それは別に年齢関係ない。年齢関係ないのか。あ、途中で出てきたやつシリーズね。いや、君たちが羨ましい方、お化けも怖くない。だって、モノ君って運転してる途中でゴキブリ見つけんだよ。すごいよね。すごいよね。運転してる途中で。運転して、お、ゴキブリいたって。ゴキブリよりモノ君が怖い。どういうこと？これ一周まで好きなんじゃない？60キロが出してる。でも、あの、今日ね、大島シャワーみたいな間に話したんだけど、あの名古屋の帰りに、うん、あの殿様帰りみたいなのがいたのよ。殿様帰り。そう、帰る。あ、名古屋の帰り。そう、帰り、あの、うん、万人付近の道路走って、ね、で、わっ帰るだと思って避けようとしたんだけど、もう手遅れだったのよ。あら。おうおう、あら、もう心の中でもうものすごいテンション下がって。あ、なるほどね。だから意外と見えるのよ。その意外と見える。車道のものが。あ、なるほどね。まあ、俺だけかもしれないけど。あ、なるほどね。ゴキブリ以外にも生き物とか意外と見えちゃうね。じゃあまあ立てられるな、本当にな。でも逆にそのなんか生き物かと思ってもただのビニール袋だったとかもあります。いや、完璧にあの凛とした顔のカエルだったね。もう渡るぞっていう。そんな凛としたカエルをお前は。だからだから本当に、いや本当に本当にショックだったよ。まあ、しょうがない、凛として帰る。そういうの本当にごめんと。まあけどそういうのやっぱ車運転してるものとしてね、やっぱね、真顔で殺したんかって感じ。いや、真顔じゃないよ。いやでもあれよ、多分これはさ、別にさ、そうそうそう、車運転してるものとしてはやっぱ本当に、特にやっぱ千葉にね、あ、俺の住んでるところとかね、俺もだってさ、やっぱ行ったことあるけど、犬、あのね、タヌキとかバーってきてさ、俺星空写真撮った時とかさ、
あれ本当ゆっくりしないとね、もうダメなの。マジマジマジ、いきなり来るからね。マジマジ、タヌキ、いやタヌキとかイノシシだっているよ。イノシシとか、なんかそのうちの近辺は、もしカエルに心があったとしたらも、多分さ、あの何とも思わない人がさ、ちょっと病んでくれるモノクに惹かれてまだ本望だったと思う。いやまあまあ、そね、ありがとう、僕の命を考えてくれて。そうイノシシもいるよ、うちね、イノシシ俺ら見たもんね、カエルに。そうそうそう、あの時のカエルですよね。いるな、コゲラン。だからまあまあまあ話戻すけど、まあゴキブリは見えますけど、うん、まあまあ意外と生き物は見えるんだよ。なるほど、そうね、見える見える、そうそうそう、見えますよ、なるほどね。ユウスケは苦手な、なんか、まあ、ない見えねえよって聞いて、俺もそう思う、見えねえよ。いやまあギリカエルは見えるかもしれんが、カエル見えねえ。でカラリンジャがちゃんと緑だった。いや見えたんだよね、俺完璧に見えたの。完璧にいいじゃん。たまにどこ見てるんですか。こんぐらいのカエル、こんぐらいのやつとかそういうやつですね。いやサイズ感は正直ちょっと覚えてないけど、まあ、でもカエルが本当によし渡るぞっていう顔してるのは見えたのよ。そう、その瞬間こうタイヤの感触もあったの、正直。あったね。あったね。じゃああったらある程度大きいね、多分。そうだから切ない、結構だったねあれは。大島は疲れて寝てたんだけど、ああそう、俺寝てた。うわーとか思って大島に話そうかねんだけど、話してもまあはぁって言われると思うから、いやいや、なんだはぁって、あの疲れてた、なんだはぁって、疲れてて考えがまとまんない。はぁ、そんなしろ、話しろバカやろって、そういう意味じゃない。なんでよ、そういう意味じゃない。疲れすぎてて一緒にそんなもん供養するわ、そんなもんさ、2時間ぐらいかけて、疲れすぎてて理解できないだろうなと思って、何言ってんだってなるだろうなと思ったから、どういうことって帰るとか言うわけねえだろ、俺が。バカだってね。いやでも、あの、のこさん、虫は嫌いじゃないじゃん。大好きでしょ。で、私がその、かまってか、旧かまってか、あの、ドアノブ、特にゴキブリいた時があったの。あ、それレコーディングで。キャーって叫んだら、のこさんに、あの、叫んだことを怒られたことがあって。だけど、大島その時レコーディングで虫だって言ってんだよ。あれ、レコーディング中だった。うせえな、つって。まあそれコーディング中もあったかもしれない。それどころじゃなかったな。ドラムキス叫ぶやん。それは叫んでええよな。でもアジがね、いろいろピリピリして。そうね、まあ。しょうがない。モノ君めっちゃフォローしてくれる。いやいやでも。まあまあ俺まあまあまあ。普段はそんなことないよ。普段そんなことない。そうした時怒られたって思う。すいませんでした。でもさすがにドラムにいたらうおーとはない。なるよね。それは勝手に声で。でもそれはまあ許してあげてよ。めっちゃフォローするじゃん。大臣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 。中立いろいろあったじゃないですか。あったよね、あった。いろいろあったでしょ。橋渡しを。いやよくいや話するよ、やっぱレコーディング、あの時のレコーディングが大変だったねとか。どのレコーディングやん。いやいろいろありますよ。最初じゃない。だから初期のつまねとか。でねそんな最初でもなかったような気がするね。ああ、初サニーとかじゃん。とかもしれない。初サニーとか楽しいねとか。うんうん。だってね。いやでもレコーディングなんかいつもピリピリするんだ。するする。感情的なとこもあるし。ああいうの毎回ね。あるよ。毎回なって。あるある。今日毛虫で絶叫してるギャルいたいるよね。毛虫のじゃ絶叫するよね。ツンデレよりは前だ。痛いけど、なんか苦手なものとかあるから。苦手なもの、なんでしょう。ユウはやっぱここでちょっとやっぱね、なんか面白い、なんかこの引きだ。いや、俺らは別にまあ 2,3 年一緒にいるけどさ、やっぱ別になんかね、知らない部分もいっぱいあるし。まだ、あの耳元にハエとか来ると結構イラッとします。そんな大抵そうそれ全員イラッと。ハトかな。あの音って結構うーってきて、うるせえほらってなる。みんなとかとかとかね。いや自分だけなのかなって思ったことのあるのとかないの？うん、苦手。あ、これってもしかして自分だけかな？あのスイカとか。あ、なるほどね。あ、でもスイカ俺も苦手な、あんま好きじゃない食べ物。あら、メロン、そんなに大好きです。あ、メロンもダメなんだ。メロンもダメ。へぇー。何だって味しねえじゃん、スイカ特に。風呂場に舐めくじゃないし。スイカあんま水の味しねえ。実家めっちゃ出る。野菜らしいね。確かにね。食べ物、アレルギーではね、あの単純に。
あ、メロン痒くなるはね、ややアレルギーやからなあ。うちお父さんがそんな感じで。いやもう別にお化けも平気、高いところも平気。お化けは出会ったことないですからね、まだ。あ、でもあのその脅かしてくってくる系のお化け屋敷は本当にダメです。あ、じゃあ、あの動画で言ったらこういきなり来る系はダメ。はい、だからあのそういうところ行ってあのなんか後ろから追っかけてくる、うん、なんかやつがいたんですよ、うん、なんかそれでうわーって言いでかい声を出しすぎてあの別の客がそっちにびっくりする、まあ、俺もちょっとかぶる、かぶるな、びっくり系でしょ。そう、俺もびっくり系だもん。なんかホリーテイラーみたいなやつが追っかけてきたんですよ。のこさん、なんかなんかの映画でびっくりして跳ねたって言ってた。だからマグノリアで、マグノリアの、マグノリア知ってるやつ何人か10人ぐらいいると思うけど、怖くないシーンで、別に怖くない映画で、あの最後なんかわけわかんないけど、あエルニアニア現、なんかニアニア現象で、あのカエルが降ってくる映画なんだけど、クライマックスで、そこでそういうの、そういう映画ってのは一応知ったんだけど、いきなりカエルが本当に降ってきて、で天空から、はいはいはい、車がね、あの外国人の人が、うん、あの主役のやつが車のバーンってなって、その時俺もだからいきなりだったからホワってなって、ちょっともう立ち上がっちゃって、立ち上がっちゃって、もうそれが本当に恥ずかしくて、これマジで、これ嘘じゃない、これ持ってないからね、これ持ってないから、これマジだからね、だから PTSD になってんだよ俺。だから世界観に入り込みやすいんだよね、多分映画の。いや世界観もない。マグノリア見てみろお前ら、マグノリアって映画、あれ本当誰だってなるって、いきなりだったもん。今日のことしかなってなかったでしょ。あんな映画館ではね、みんななるわけではない、びっくりするところが本当に立ち上がっちゃう。あれだから、あれ多分だから中学生かわかんないけど、まあ本当にだからそっからもうびっくり系 PTSD になってさ。なるほど、もう絶対見たくないってねえ。いやびっくり系だ、だからカイドウともさ、あれさ、だから高校の時さ、バイオハザード見に行ったじゃん。俺見てない。お前見てない。じゃあこいつ見て、じゃあこいつビビりだからこいつさえそう見てないんだよ。こいつはこうそうパチンコ行って、こパチンコ行ってこいつ高校そうパチンコ行ってこいつはもう初めから怖いからって。だから俺とモノ君とあともう一人なんか高校のね、そうそう高校のなんかそういうやついて、そいつを俺二人見たんだけど、そのバイオハザードの映画で犬が最初バコーンって来るじゃん。俺もそれで無理って思って出てって、でモノ君のパチンコとか行って。途中でやめて出てた。そうそうそう。バイオハザードもダメなの。バイオハザード、いやだから最初に犬バーンってびっくり系はダメなんだよ、だから本当に。いやでも、そう友達置いて帰って、うん、いや帰ってない帰ってない、友達置いて帰ってない、緑の顔になってる。だから結局そのもう一人そのね、その友達だけね、そいつだけね、一人で見た。ああそうかそうか、なるほどね。誰もいないんで、こんばんは。あのパラノーマルアクティビティがさ、うん、怖くてさ、あれビッグ系とはちょっと違うんだけど、参加なんかを映画館で見たんだけど、友達と行っててよかったなって思うんだけど、で友達が隣にいてから友達にずっとしがみついてたんだけど、あの友達じゃなくても多分しがみついてたと思う。なんかあれいつ来るか分からない人、そうそう、知らん人でもしがみついてたと思う。見たことあるんですけど、しかもあれ結構後引きますよね。引くその後なんかあれいつ来るってなってるから、それがその後にもずっとあるっていうのなんか見た記憶あります。パラノーマルね、くるくるくるっていうところで来なかったりするのよ。だから結局いつ来るのか分かんなくて、ずっとビビり続ける羽目になる。それは一生それで結局来るのがそのじわじわじわっていうので、そうやらしいわ。でここで来んのっていう、なんか普通にキッチンで料理とかしようとするシーンでさ、あの全部の鍋がバーンって落ちてきたりするの、やらしい。性格悪いわマジで。性格悪いわ。いやでも本当びっくり系大丈夫な人、逆に本当すげえと思う。心臓強すぎでしょ。心臓強すぎだよね。もう本当お化け屋敷では無理だもん俺。無理無理無理。ディズニーでもそういうの あるかな。いやそういうのはないんじゃない。バーンって単純にフリーボール系はあるけど。ホーンテッド。ホーンテッドは来ないよ。ホーンテッドはバーンって。ホーンテッドはあのゆるーくゾンビとかがうわー。ゆるーくなら大丈夫です。暗いのあのゆっくり。ホラー系じゃないけど脅かしてくるみたいなのはあります、ね。バーンじゃないです。なんじゃあ大丈夫。バーンじゃないです。とりあえずホラーじゃない。カリブの海賊びっくりする。一応段階踏んでくれますよね。ナメプのか、あ、なんかやっぱみんなカリブの海賊って言ってるよ。カリブの海賊でそんなとこあったっけ。そうなの、びっくり系やだからな俺、ほんといきなりバーン。
全然覚えてない。どんなんだっけ。なんでかわかんないけどインディージョーンズが全然頭に出てくる。この愚か者が、うん、あの後ろから石ころが見つけない。あ、そうそうそう、それ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 。前からだけど確かに。僕は好きじゃない。I don't like ホラー。ホラー。ホラー。でも元気だよね。いやー。あ、カリブ銃の音とかだけにピシュッピシュッっていうあの空気の。うん。あるかも確かに。カリブの海賊銃の音か。なるほどね。バーンって。バーン。なるほどね。ピシュッ。水跳ねたりする確かに。まあけど僕はね、あのどの道ね。あのサウジアラビア終わった後に行き、あの4人でだから、うん、改めて言いますけど行くんですけど、初っていうか、まあ当然初めてだけど、そんな4人でディズニーなんてね、うん、だからちょっとね、俺は時差ボケでももうだから楽しむよ。素晴らしいよね。素晴らしい。いやだって、いやそれは楽しむよ。だって行くんだから、せっかく。いやそんな、その気力があるかどうか。サウジヒューはね、自腹じゃない。いや気力がなくても別に。お呼ばれして行ってくるからね、うん。その楽しみ、メンタルがすごいわ。え、だって、いやそれだってちゃんと、例えばね、うん、ディズニーシーだったらなんだっけ、センターなんとか、センターオブジャー、ああいうのとか乗りたいし、うん、ランドだったらスプラッシュマウンテン乗りたいし、うん、ちゃんとアトラクションは絶対網羅したい。ランドに行ったぞっていう、うん、そう、うん、海底2万マイルだけやめてくれ。あれ死ぬかと思ったから。みんな行きたいとこあるから。電気の、うん、バリバリバリってなるやつ。そうそうそう。あれ俺小学中学生の時になんか、はい、なんか小学生と親父となんか。基本的に全然怖くない。ガイドしてる。いやあれクソだよな本当な。全然怖くない。海底にあんまりできたばっかの時に乗ったから、本当にあれで3時間4時間待ったんだよ。あ、それはきついわ。4時間待ってあれだよ。確かに。ふざけんなよってさ。っていうアトラクションじゃないよ。もう海底2万マイル行ってたんだもんね。そうそうそう。気持ちが。できたばっかだったから、そう。うん。えぐいて。だからちょっとシークでランド行くか、ね、スカイ行くか、ちょっとそこら辺はまだ。今5分待ちだって。え？今5分待ちなんだって。この間行ったら5分だった。5分？2万マイル。人気。人気が伺えるね。今ああ、回転2万マイルか。人気が伺えるね。あの割と僕はあれ好きですけどね。そんな待った記憶はないけど。もう分からんけど。そう。そう？うん、なんか、あ、海の中だってなってて。え？最後にこうやって。そう、どこへ？なんか、ディズニー？海の中だって、そんな。海の中だって。まったくもう。まったくもう。ハニーハント。ユー、彼女と行ったんか。彼女。られてますよ。彼女と行ってないんですよ。だって言う彼女だっていないもんね。ずっと。いやけどこいつマジでモノ君と俺で何回もね、あのこいつもう職質みたいにね。言うからお前は。そうそうそう、職質みたいにもう何回も裏で聞いてるけど、うん、こいつマジで。これは 100% いません。そう、全然まあいそうな見た目じゃん。でも本当にね、いないんだよ。本当にいない。一人ディズニーから別に彼女いなくても一人ディズニーとは限らないよ。本当にいないよこいつ。家族とかですね。家族が、うん、モテそうじゃんって。いやだからいないんだよ。ヤモリに言い名付けが待ってるんじゃないの。やっぱそこはやっぱね、イケイケかどうか、ね、人間性の問題もあるぜ。あ、待って、バッテリー残量低下。うん、なんでこれ充電か、充電してる。そう、人間性のイケイケかどうかもあるだ、そこは。モノ君に恋してるんじゃないの。本当のこと言えよって。一応俺けどちゃんとあのフォローするけど、こいつマジで本当のこと言ってるよ。いや本当にいないです。本当にね、本当にそれずっとそういうのに、うん、でも答え続けるとできた時に嘘つけなくて。そうなんだね。じゃあ言う、実際何人ディズニーなんだって。何ていうこと、何人で行ったかってこと。家族4人でとか。誰が持って、うん、言うてのこさんじゃん。うん、僕だってそうだよ。家族とだよ。だから言うと俺なんか、まあ、なんかさっきから合わせてくるな俺にな。うん、多分リスペクト。リスペクトで。まあいや、すいません。なんか似てるな。いやでもそもそもね、サポートに起用したきっかけもやっぱ声がちょっといいっていうのがきっかけだからね。え？声がいいねっていうのがきっかけだったもんね。何？おじさんどうした？もっと頑張れ。コーラスの声がいいねっていうのが起用したきっかけだったから。うん、似てるところあるんや、ね、のこさんとのハーモニーが、はい、ああその俺との掛け合いの、ああその声が
似てるから顔が似てるから OK っていう話、声が似てれば何そのせた波長も似てるっていう、要はコーラスで大島の声に合わせやすい、合わせやすいから声だったって、それでディズニーなんだのかけはない単純に人間性、人間性ってことで、人間性ってことだよ。まあ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 分かんないけどね、なんかね、まあ分かんないけど、まあまあ22歳だからね、確かに22歳、まあけどカイド、まあまあいいけど、俺は自分では確かに20代前半はまあまあまだね、こんな感じっていうのはね、まだこんな感じ、まあもっとね、もっともっと勇敢、勇敢だったけど、あれだね、勇敢っていう言い方すごい、あれだけど、あれ君バーサーカーだったけど、まあまあでもそんな感じでも、まあ結構こういう雰囲気はまあまあなんか分かるんだけどね。うん、まあ、言うは別にバーサーカーなんなくて、大島は本当に車ぶつけようとか、うるせえ俺は前行くっていう感じだったからね、本当に、うん、それあの実際のすげえなこいつって思ったからね、俺柏でな、そうそうそう、ガリ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 って聞いて、うるせえ関係ねえそれは一回ぶつけて自暴自棄になって、レガシーの車ガリガリガリっていやもうこれはさ、おい大丈夫かって大丈夫かってもう犯罪知らねえ本当にやった怖い話、ね、こいつすげえなって本当に思ったからね、あもうついていくわこいつって俺思ってそこで、うん、面白いわこいつって、うん、まあ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 いろんなことねやってきてますよ、ね、ますごいや、はい、ついていくわ、はいはい、尊敬してる、一生ついていくぜ、ね、なかなかいないですよね、ね、いろんな話だって、まあまあいろんないっぱいあるよ、いい話っていうか、まあそんないい話だけじゃないと、もういろんな話は、ね、何時までしますか、今何時、12時かも、いやけどもう10早いな、すすぎて早いね、1時間ぐらい、うん、確かに僕はさっきからなんか、さっきからなんかどっか扉行くんだけど、うん、なんか マジックでもなんか、なんかだらららタバコ、タバコね、そっち吸ってんの、俺タバコ吸ってんの、ね、ごめんね、優しい、ごめんね、でもね、タバコ対策してあのこれ来てきたから、これだったら、あまり俺もタバコ吸いたいっす、住み込めば、みさこさんとか、ゆうは眠くないの、僕は結構ライブの後全然寝れないんですよね、多分、あそうなんだ、体は眠い、僕だからライブで結構頭使うし、うん、テンションもガーって上がってっていうのが結構残って、うん、ずっと寝れないパターンとか結構あるんですよね、あアドレナリン出続けちゃう、うん、じゃあもう普通に朝まで起きちゃうみたいな、そうでずっととりあえず目つぶって、でなんか流れるんですよ、うん、そのライブの後ってなんか流れるって、なんか流れる、なんかの曲、俺のその日やってる曲とかだったり、ずっとそうリラックスできない、何の曲、しくじりゆる死ぬほど見るとか、割とありません、目つぶったらなんか流れてくる、まあ、今日やった曲とか、うん、今日やった通学路とか、そうへえ、なるほどね、夢死ぬほど見るけど、特によく見るのがドラムがバラバラバラって崩れる夢、すごいよく見る、でそれでタムとかを一生懸命直しながら叩き続けるんだけど、しくじる夢けど、俺は1回しかないよ、うん、ほんと人生1回しかないんだ、1回しかない、マジで1回だから覚えてる、いい、ね、なんかいつかしくじる、ライブをしくじる、なんか何系のしくじりだった、いやなんか忘れたんだよね、なんかそれは楽器かなんか、うん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 、楽器かなんか、そうそう楽器かなんか忘れたかなんか、ああなるほどね、そうそうそう、うん、楽器がねえってだからギターかなんかかな、わかんないけど、なるほど、それは、うん、それ確かに覚えてないけど、もしかしたらありそうだ、そうそうそう、それ一回だけ、あでもベースのなんかネックがポッキリいくみたいな夢とか嫌な夢だ、いやあれマジで一回あると思う、自分の夢はめっちゃ見るね、そうマジでベースの大きい、みさこさんもけどなんかずっと言うよね、眠れないって、寝れない、そのなんかツアー中このところないからありがたいけど、そう昔からかな、からその連日ライブが一番きついね、そのライブ終わって体は疲れてる、頭が休まなくて、うん、寝れなくて次の日もライブっていうのが一番ね、ああなるほどね、寝てライブしたいな、まあ美佐子さんわかんない、もう疲れすぎてじゃない、もうそれ逆に、まあ、そ覚醒しちゃ、脳みそは覚醒しちゃってるんじゃない、しちゃってると思う、ああそれ沈めるのって結構難しいです、ね、むずい、めっちゃむずい、リラックスの仕方って意外とめっちゃむずい、うん、うん、なんかそういう感じだと思う、うん、いやすいません、ミシャティ、でもあれ充電してるのに出てきた、残量低下が、あ全然充電してるのか大丈夫です、あら
いつか少しずつ減って消えるかもしれない。大丈夫です。ベースポッキリはやばい。いや、ベースポッキリは夢では割と見える気がする。いやだね、うん、でもまあ夢で良いけどね。仕事の夢とかけどあるけどね。めっちゃ俺けどやっぱ配信で行ってるけど、配信で行ったことあるけどね、もうね、いつかのね、2年前か年始でね、うん、あのもう本当に大乱闘スマッシュブラザーズみたいに、あのスタッフね、あのもうなんか鶴木さんとかもなぜかいたかわかんないけど、天野さんとかもうメンバーも含めてもう喫茶店で話し合ってて、最初もうみんなでなんかもう殴り合いしてた。でそれ本当初夢だよ。あれでも初夢でなんかそういうネガティブなの、だいたい逆になるっていうわね。なんか、モノ君来たらこっちさ。ああいいよ。うん。ちょっと俺も硬くなり前に行かないモノ君。え、モノさんずっとここいました。あ、いたっす。あれ？いやみんなで選ぶと格闘。みさこさん、今年はうちはこれそうなの？年越しは。ああ、どこ三時？いや、何もわかんないけど、予定は何も入ってない。うん、でもどうなんだろうね。また状況とかも一応あるとわかんないけど。来れるのかな？何よりみさこさん遠いからさ。次の日どうするか問題。そうなんだよ。いつもそうなんだよ。だいたいね、俺ん家昔から来た時って泊まってくじゃん。とか、そうそうそう、朝まではいて、うん、泊まってって、それで美佐子さん、俺が寝てるベッド貸して、俺はソファーで寝てんだぜ、ちゃんと。なんでや、ケントルマンだね。で起きたらこいつなんかいつもなんかいなくなってるね。結局寝れずに帰るんだよ、こいつも。嘘。嘘って本当だよ。LINE の一つぐらいは。あ、LINE、 いや、LINE もなかったよ、前回。嘘。前回 LINE もなかったよ。残念、うっすら、ね、覚えてたりし。本当。うん、俺が忘れてるだけ。うん、本当。まああんまり早いから LINE やめようかなと思った時間だと思って。あ、かもしれないしね。出てちょっと経ってから。LINE で起きちゃったらあれだしなとかね。あ、まあね、確かに。今はもう。駅までどうしてるの？駅までどうやってやってる？駅からね、死ぬほどというか、まあタクシーかバスなんだけど、バスもね、なんかむずいな。まあまあいろいろあるからね、路線がね。だからもう。ね、まあ俺やっぱ次年越しはじゃあ俺ん家でやるのが一番ねいいんだろうけどね、うん、絵的に。いやそれはそうだよね。美佐子さん家でやれば別にさ、そういったのはさ、なんかまあまあなんか美佐子さんも負担なんないけどさ。でもなんかどっかでやったことなかったっけ、他のところで。ないよ。嘘。俺ん家が年越し配信な。今まで。家を拠点にその移動して。まあカラオケか。カラオケ配信。開けてからはある。うんうん、あれずっと俺んちだっけ。うん、ずっと俺んちかと思うよ。前は伝統だよね。スタバンドスタジオとかで なかったっけ。ないと思うけどね。牛食いったね。牛食いったね。あれもうクソムカついた。あれ電波ねえし、あのクソだったほんと。あの駐車場もない時代超イライラしたもん。俺覚えてるよ、車の中でめっちゃイライラしたの。牛食はめっちゃ面白いけど、ね、大仏は電波全くなくてさ、あの二度といかねえ。選択肢には二度といかねえ。選択肢には、うん、みんなのコメントここで読んで。公園とかでやりますか。公園でね。公園。いやなんかもういっそのこと。でもやっぱベタなところ、いつのことはね。泊まりがけでなんか。泊まりがけなんかって。家が一番楽しい。泊まりがけでなんか。まあいい、そうだね。まあ家がいい。まあだからいい、だからベタだとやっぱりいつものコースなんだよ。もうちょいのこさんちの乳首なんかあったらいいんだけど、なんか俺んちの乳首言ってない言ってない。何言わんやろ。何俺んちの、何絶対言わんやろ。俺んちの地区か。あーそうね、地区に近くに、うん、いやまあでも、まあ、朝まで入れるようななんかが、うん、登山と合宿しない。登山俺はいいよ。俺は全然 OK。 本当の初日の、俺と言えば全然大丈夫だよな。いやー、僕はツイートは。いや、お前もだ、いや、お前大丈夫だ。しかも NG フェスやってすぐですよね。いや、言うは別に若いは大丈夫。モノくん、もう美佐子さんとモノくんは多分やばい、やばい、やばい。いや、行くぞってなったら行くよ。え？行くぞってなったら行くよ。今からでも？高尾山、高尾山、いや案外高尾山の方がきついっていうよ。あ、そうなんだ。うん、なんか道のりがなんかちょっと、そうそうそう、
舗装されてないみたいな。なるほどなるほど、うん、そういうの見てる。いやでもこの人が行くぞバカ野郎って言われたらもう行くよ。行くぞバカ野郎断れないよ。いやでも不動産は楽よってめっちゃ意見言われてる。あ、そう。そう並んでるし。でも富士さんがいいって絶対に配信映えするから。富士さんも、まあね、そう配信映えするから。ベースでいいんじゃないですか。正直富士さんだって大島が登るぞって言わなかったら俺登りたくないからね。腰気をつけてなって。絶対富士さんまた登るから。腰怖いぞ。富士さん足は絶対いつかまたしますから、ね。俺一回でいいからのこさんの下山記録取ってほしいんだよな。下山記録は俺の下山の。転がってんでしょ。いやもう俺転がってる。転がってるって。卵のように転がってる。そうだよね。めちゃくちゃ速いもんだよ、ね。転がる転がってるって。転がりをしてる。いやだって下山だけで言ったら多分アスリートみたいな。めちゃくちゃ速いもんね。この人おかしいんだよねマジで。そんな。そう。何でそんな速く下山してんの。それはけど。それはけどやっぱリスナーにも言われてるんで。下山の神と下山の神とね呼ばれてるのね。救命の転がり方してたよ。でもまあ実際俺たが調子に乗ってさ、そうそうあのね下山の神神ってコメントで言われてさ、ツイキャスでさ、でめちゃめちゃやったってさ最後走ってさ、そしたらひっくり返ってもうでんぐり返しになって、あ実際転がっちゃった、実際転がっちゃった。だから俺こうねなんかスリーメートルやったじゃん、あったね、あったスリーメートルやったじゃんけど、あれ本当にでっかいさ、本当さ岩とかなくてよかったよな、本当隕石とか、ね、あれあったら死んでたぞ頭って。なんでゆっくり降りるかっていうと、そもそもめちゃめちゃあの石が床にある小石が全部転がりやすい石だから、転ばないようにってみんな恐れながらゆっくり降りてるのに、のこさんは転がることを恐れてないんだよ。恐れずに走って恐れに下ってるから、あんだけ早い。そういうことだった。そうそう、あんまりわかんないよ俺そんなこと。いやそれは分かんなかったけど、ま、いやこれ真面目に格好つけたわけじゃん本当に。いや絶対スキーとか得意だと思うよ。スキーはでも取り返す、やっぱり多分ああいうの度胸いるもんね。スケボーじゃない、スノボーとか。なるほどね。多分恐れずにこう急降下をファーっていくタイプだから。なるほどね。多分得意だと思う。多分高さに自信があるから恐れがない。スノーボードスキー系は絶対得意なタイプだと思う。なるほどね。適当なこと言うな。いや本当だって。ねみんなわかるでしょ。俺だってスノーボード経験あるからね。やっぱ怖いよ。結構なんかいろんな警戒してるのはなんかな。いやあれって若い時ね。若い時ってどうなの？バイトカートバイトの時。えカート仲間で。あ本当だ。できた滑れた。この葉で終わったよ俺。えこの葉？この葉こう S 字に行くやつ。ああモン君やったことあるんだ。そうあるある。でも結局同じで度胸がいるのよ。こう急降下。だそこに行くか行かないかで全然変わるわけ。あなるほどね。だから多分得意だった。じゃあ一緒にバンジージャンプ行こう。絶対だった。あなた高所恐怖症。でも俺できると思う。マジかよ。高所恐怖症だけどそれはやるとやってやる、やっといます。やば。芸人だね。本当に。もうちょっとお金あるし。いやでも芸人ってすごいと思う。まあ芸人はすごいよ。芸人はすごいんだけど。本当に俺尊敬するもんだって。やっぱりやれと言われたらやるってのはやっぱあの芸人の強さだよやっぱり。まあまあでも。いや芸人さんって俺本当にバカにしなくて本当に尊敬するから。バンジー配信。バンジー配信。絶対に漏らすなよ。いやいや全然漏らしてもやるよ。漏らす。いやでも全然それは取りますよ。なあ言う。今みんなはい。いや、ゆうのすけもって言って、行くし。いやー、バリー、バンジー、バリー。行くでしょ、俺は行かないと。行かないと。あの、強いられたら行けます。僕はけど、俺なんか想像つくんで、ヒーそんな、いや、絶対怖いけどね。これマジ、こいつマジ多分そうなる。ヒーって、もう言葉にならない感じで。いや、俺ほんと。やめてやめて、ヒーって。もうこれ絶対こいつもこいつも来ない。私モノクは切れる派。そう俺は本当に怖い時切れるから。マジでもうすごい手前まで切れる。なんでこれやんなきゃいけないのか分かんないみたいな。なんでっていう感じになる。切れ始めるっていう。切れ始めるからマジで。大体お化けとかもそうだから。いやこれ無理だっつってあのすっごい直前まで行ってやっぱ無理だっつって何回も。なんで俺こんな目に遭わなきゃいけないのっていう感じで言ったら、なんかやった俺みたいな言うのになるから。それは別に前もって説明されたの。飛べますけど。いや無理。ちゃんと無理。ちゃんと無理だけど。いやだから本当ね。やるんだったらなんか本当に何かやって意味のある時に言ったらやる。
るかもしれない。まあ、だから配信、それこそ配信とか、生配信とか、だからエンターテイナー力がやっぱこの人は一番あるみたいな。本当にすごいと思う。本当にすごいですよ。いやでも、当たり前じゃないですか。やるならなんかその映像記録だったり、そのね配信とかないと、なんでや、なんで。ってなあ、なるほどね、理由を求めたい、ね、そう、なんか何のためにこんな目に遭わなきゃいけないっていう。もしさ、モノくんがさ、残り3人じゃあやりますっつって、うん、モノくんは無理しなくていいよって言われたらどうする？やんないやんない。あ、じゃあって感じですね。賛成あげても全然いい。賛成じゃダメか、1万円は。金持ってから、もうちょっと1万2000円なんて刻むのよ。私からも2000円、1万4000円。3万円はやるやる、3万円ならやる。ああ、3万だったら、3万だったら、じゃあ、じゃあ、まあまあ、3万で、3万でやるんだったら、けどまだできるんじゃないの。できそうだね。いや、割とだって高所恐怖症ではないから。ああ、そっかそっか。恐怖症でしょ。高所恐怖症でも別にさ、じゃあ高所恐怖症でも一回けどジャンプしちゃえばさ、なんかそこはなんかシミュレーションね。そうそうそう。いや、じゃあ本当に俺も絶対にあの飛ぶまではもうこんなフィーフィーフィーって言ってたら、でも実際問題もう飛んじまえば、そう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 、確かにね、そうそうそう、飛んじまえばもう、うん、だからもうだからヒーヒーヒーって怯えないでもうさっさと行くのがいいかなと思って。いいけど、でもだって侍だよこいつ。でもさ、あのだってプールのスライダーでこうなってやめたんやで、ね、侍だよこいつ。本当にそんなスムーズに行くか、何言ってんだよお前侍。いやお前これ別にそんなみんな飛んでるぜ、子供だって飛んでんだよ。前提多分神風特攻隊がなんかで引っ張ったから。何言ってんだお前。何言ってんだこいつ。いや度胸ありすぎだろお前。え、それはそんな一緒にずっといてからそんな今更。そうだけど、お前の1億倍度胸ある。やってみないと分かんないから、やってみたいっていう気持ちはもあったりは。本当にあいつどんだけだよ。いや割とね、言ってることが嘘じゃないのがムカつくんだよね。多分本当にやると思うよ、あいつ。マジで。腹立つわー、マジで。本当に腹立つ。影響されてる。あと、君たちのね、君たちリスナー、例えば配信したとしたら、リスナーが飛べねえのか、勝つだなとか、弱えな、雑魚だなとか言われると、あいつはもう、バッて熱気が入って、やってる、バイロッて、バンって行くタイプだから、そう、ね、そう、そう、煽り体制がよくいい意味で、弱いから行くんだよね。俺はもうなんなら、あの煽られてもう、あ、無理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 です無理ですっていうタイプだから。そう、確かにモノ君はガが強いから、ね、そこら辺に関して、ね、だからね、そこのね良さでもあるんだよね。いいよね本当に。だから本当に君たちがこう一言言えば、多分はうるせえバカやってやるよっつって行くタイプだからね、本当に、うん、羨ましいですよ。いい意味で単純だよね、本当に。マジで無理。まあ、煽りたくはないのは分かるね。それはそうだけど、それはそうだけど、それはみんな煽りたくはないのは分かるけど。機会特に決まってないから大丈夫です。まあまあ、カリスマだと思うんですよ、本当に。羨ましいです。行くとき行ける人間でありたいよね、本当に。オルカ3万か。本当そう思うわ。三田子さんだけは守ってね。でも三田子さんはですね、泳げなくて、イカダ配信やった時とかね。あ、能力者だから。能力者だから。でもなんか私の場合はさ、なんかあの、いや俺行けないと、行けわかんないけど行けないと思うけどな。なんかスマホとかをポケットとかに入れたまんまさ飛んでさ、うん、え、なんか落ちてた、なんか落ちてたとかなりそうじゃない。なんかスマホだけバンジージャンプしちゃったり、そこリアルバンジーしていってバンジー自体よりもそのダメージがでかいとか、ね、なんか一番ダメだよね。なんかそう、なんか落としたっつってスマホだっつって。まあ水戸さんはそういうなんかイレギュラーなそうボケをしそうだよね。なんか何か失うものを、うん、ユウスケ高所恐怖症ではないけど、バンジーはいけない気がする、うん、不安定な足場は苦手なんですよ。あ、じゃあ基本的にはやっぱりその安全だよって言われてない場所は嫌なんだ。そうですね、ここはちょっと危ないよって言われたところはダメなんだね。なるほどね、なんとなく分かったわ、うん、そう。え、でも飛行機は落ちるもんだと思う。飛行機
や飛行機自体は怖くないけど揺れると、うん、うわ怖ってなる。あ落ちるかもっていう予測はしちゃう、うん、あちゃんと言い浮く時あるもん、ね、飛行機、ね、うん、あの時は私もなんか怖いっていうかうーってなる。いいだからやっぱり乗る前にやっぱみんなこう苦手な人とか考えるのは、うん、飛行機は落ちるもんだから落ちるかもしんないって思いながら乗るタイプと、それさそのモノ君とノコさんがそういうの、そうなんだよ。だから俺らはそうなの。でも何度も言ったけど飛行機事故の何倍も車の事故の方が多いから、うん、そう宝くじくらいの確率と、うん、そうそうそう、まあ、でもさゼロじゃないわけじゃん。でもその事故の件数で言ったらあれだけど飛行機で事故って海に沈んだら 100% 死ぬじゃないですか。あそりゃそうだ。で車で事故って言ってもそのなんだろうかすったも、ね、はいのかな、うん、人身事故もちろん、うん、だから世の中に 0% じゃないものは全部信じられないの。雷も 0% じゃないから落ちるかもしんないって思うから、うん、あんな行ったら街歩いてるだけで危ないよ。だから俺はだから雷は本当に走るからね、うん、外出た時はマジで走るでこうやって行くから俺マジで本当にこれマジで恥ずかしいかもしんないけど本当にいやそうなんだよ。雷は落ちるもんだ、飛行機は落ちるもんだ、船は沈むもんだそうって思うから船は地味に嫌だ。船めっちゃ酔うからな、私。そう。そうね。船、船一マイナスに控えすぎ。いやでもだってやっぱりね、こうマイナス思考とはいえど、やっぱり何パーセントの確率でやっぱ死ぬわけだからね、人はね。えなんかさ死が追いかけてくる映画なんか。飛行機時期が多分飛行機豪華なのに楽しめないじゃん。その便に乗ってなかった若者たちが次々に後から日常生活で死んでいくっていう。へえ、やないよ。それね、見るとね、モノ君ね、もう本当何もできんくない。何でも怖い。いや、でもね、意外と。家の包丁もめっちゃ怖くね。意外と映画はね、信じないタイプ。映画は信じないタイプ。フィクションはフィクションって思うタイプだから。そう。それ面倒くさいよね。台風で中止になったライジングさん行く途中の船はもうすでにもう台風来てた状態で走ってたから結構揺れたんですよ。あそうなんだ。あれはもう最悪でしたね。中止っていう発表が来るわ、その船の中で揺れるわ、もう最悪でした。あれはマーフィーってのはエディ・マーフィーなんだろうね、これ、わかんないけど。家で友達と、なんか、海水の中、テントを刺したりとかして、最終的に。乗ってる意味。でも、あの時、中止になった日、結局そんな雨降ってなかったですね。まあ、そうそうそう、中止にするほどではなかったっていうぐらい。うん、で、ファイナルデスティネーション。よいしょ。エディ・マーフィー。伊佐子さんとか、まあ、健康診断とか行きたいんだけど、どんぐらい大丈夫ですか、うん、大丈夫だったの。去年行けてないよね、まあ、多分2年ぐらい行けてない。あ、そうなんだ。でも最後行った時大丈夫だった、うん、大丈夫。オールエー、いや、なんかなんつうんだろう、オールエーではなかったけど、その基本的になんか病気になるような感じのことは何もなかった。親とかもなんかそういうのな持ってない。いや、親はね、高血圧。あ、高血圧、うん、じゃあこれコレステロール値ってやつか。とかそうそう。あ、俺はオール A だからね。へえ。あれ言わなかったっけ？本当に？そうよ。お子さん多分登場マイナス、登場じゃない、登場って何？体重マイナスとかじゃない？ごめん、酔っ払ってかもしれない。体重マイナスってなんだ。あ、だからマイナス。そうそうそう、ちょっと少なくて B とかになってそうじゃない？いや、俺お前かぶっとる。あんま気にすんで。もうちょっとね。かぶっとるはあんま気にすんな。あんま気にでも前行けます。前は嫌だ。前は嫌だ。怖いから。怖いよ。いや、俺いつもいないから、いいんだよ。あ、だから、そう、俺、去年か。これマジだもんね。俺本当にオーレだもんね。あ、視力とか。視力はだから、うん、なんかそこだけ。まあまあ確かに。うん。そう。うん。視力とかあれだったけど、ゆうくんもっと飲めてた。ゆうは飲んだらもうどんどんまったりまったりしちゃうだけだね。俺、鼻炎から、いや、目だけ。うん。
小食の方がいいのか。脂質が B だった。脂質が B。あれ、お前もなんか別にいいって言ってなかったっけ。いや、あの、だから脂質だけ B。あとは A だった。脂質って何が悪いの。脂肪。さあ、メタボ。そう、メタボ。メタボ。だから酒でしょ。ビールバラでしょ。ビールバラ。ビールバラ。うん、モノ君、だから今腹ミスってやるよ。今はけど、良くなって。ちょっと良くなって。で、モノ君さ、あれじゃない。腹だけなら大丈夫だから。なんで、お酒でも本当にこれもうさ見てよこれマジでこのブクブクな饅頭本当におっぱい触ってるそんなこと言わないでよそんなもっと柔らかいよおっぱいはこんな、いやでもこんななんか油切ったあれじゃないよ本当に、いやけど俺結構は今ね、うん、さ初めて触ったけど、うん、やっぱ本当になかなかやっぱね取ってるよ、出るでしょメタボスで、ね、いやけどモノ君ほんとさあれ40代50代になっててやっぱこれ悪化していくぜお前そうだねものすごい「うるるるるる」って「むる」って「夢のエンドがいつも」目覚まし怒られちゃうね多分ねお前何言ってんかいやいやいやそれなんだけどピエール滝さんみたいな感じの存在が出ていくかもしれないモノ君庵野監督に似てきたねってそれ今の服装もあるじゃないこれ庵野監督こんな最近ないですよなんか庵野監督こんななんか灰色っぽいの着てる色だけじゃない色だけじゃないほらアルコール分解するときに中性脂肪の合成が促されるから、アルコールゼロのアルコール飲んでても太るんだって、うん、ああそう脂肪が増えてくる どうすればいいんですか、うん、飲まない無理ですそうだからずっと言うこれだからこいつずっと言うんで無理ってアルコールが分解されてるだけ。大丈夫ですか？わかりません。もうだから軽いだから軽い本当に軽いアル中なんで。作られていく。軽いアル中なんで。まあ軽いアル中かも。まあそうだね。それはちょっと否めない。まあ、お前本当か今後のだから40代50代ってね、うん、60代の活動に支障来るって来るかもしれないぞ。気をつけます本当に。気をつけますって、はい、気をつけねえじゃん。いや気をつけねえじゃん。そうやばいってなったら気をつけます。やばいってなったら気をつけます。マジのアル中は本当に体壊さないと治らない。いやけど、モノクは結構一番だからね、さっきも言ったけどね。家計上。残しあるやばいやばいやばい。こいつも量がやべえもん。量が。家計上って言ったら申し訳ないけど、やっぱ飲むからね。家がね。ああ、家で家族で。家族が飲むとかはありそうですね。実家にいると。禁酒会だな。禁酒会ってだからサウジアラビアでまずそれがね、3日間大丈夫ですよ大丈夫モノ君その分あれ飛行機でね飛行機の中でめちゃめちゃガム飲みするガム飲みだめするんだ飲みだめする飛行機でサウジアラビアで飲めないから飛行機でもう本当になんか100リットルぐらいあとはドバイの空港でラウンジで飲むだけ飲んでベロベロでサウジアラビアそんなやつ入国できんのかよできないでしょ多分入国できんのかよその前に一回アルコール抜かないとダメなんじゃないタンクじゃない飲んじゃダメだけじゃなくての酔っ払いも入っちゃいけないんじゃないそうなんだで行け。この辺は怒られます。怒られます。怒られはしそう。怒られます。なんか身内から怒られそう。あまりちょっと飲みで過ぎですねっつって。いやでも天野さんだってあいつだってなんかねなんか飲むとなんかね。俺は。それ見てみたいですよね。まあけど天野さんけどたまにやっぱねなんかあ俺はってなる瞬間だからある。でもそれ言ってたけど俺はあもう覚えてない。あるあるある。さりげなく言うことはあるけど、そう特に遠いなんかもう急いでるときも、あのコンピューターがもうなんか、あらららららら、俺は。CPU が。いつも私って言ってるキャラ崩壊する。私ってキャラ、そう、私って言ってる。アモさんって私って言いたいキャラでしょ。そうね、そうだね。で、あ、この人、私って。うん。俺ってだから、そう、キャラ崩壊するときある。わ、いや、アモさん、私だよ。そうそうそう。そっちが本性だよけど、天野さん。だって天野さんってあれだよ、だってあの人ね、10代の頃結構なんかやんちゃだったんだよ。やんちゃだったって聞くよね。髪の毛やんちゃって、いわゆるやんちゃとはちょっと違う。まあまあそうそう、いわゆるそんなや、うん、なんかそんな、なんだろうな、スネ夫みたいな感じじゃない？そうかな。ポジション的に。なんかその、そういうなんかめちゃめちゃやんちゃわけじゃなくて、まあ、ノー君、僕は私は、髪を赤く染めたんですよとか車でなんかいろいろなんかでもバイク乗りだったみたいな話そうそうなんかバイク乗ってギター背負って、うん、なんか名古屋まで走ってみたいななんか始発はなんか荷台で寝てたってあの電車の
電車の荷台で寝てたって言わんけど、あの荷物の上に乗っけて、あ、それ絶対やつじゃん。いや違う、それはさ、それどうなんだろうね。やばいよ、俺たちをさ笑顔にさせようと思って気遣って言ってんの、言ってんのかな、本当だったらやばいよ、さすがにそれはな。いやでも荷台に乗ったって、あの割と結構、うん、インド冗談かマジかわからない冗談を言う時が多いから、たまに、ね、からね、まあでもそれもアモンさんと言ってたよね、そのね若い10代の頃の話だから、まあなくはないかもね、なくはないかもね、始発で乗ってたんですよね、持ってる、わかる、なくはないかもね、うん、あの人も変な人だからね、嘘つく可能性はあるからね、いやアモンさんってこと未だに分かんないことあったんで、ね、ほんとないで、なんか美里さんの前で言われて何抜いてるか分かんないからねなんかでもだから食パンとかでフランスパンとかでなんかそのゲスな話ではなく女性のタイプの話とかはせめて想像しようよ、天崎さんは一個もしないから、はい、なんか例えば新垣結衣さんと誰々と誰々とみたいな感じで系統違う美人を、ね、性格とか、あの顔とかいろいろ違う美人の中でどれが好みですかって言ったら、まあどの方も来ていただいたらいいですよね。意外とオーストラリア人もだからさ、そう結婚願望もあるんだよね、人天野さんって結婚願望もあるんですけど、なんか家にいて、そう誰でも家にいて、なんか飯作ってくれて、はい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 、そうだからあとは誰でもいいっすみたいな感じで、やばくない、それがそれで怖い、結構なかなか、あの人ね心がない、だからもうロボットでいいよねってあるよね、メイドロボットでね、まあ、人工知能がね、もうちょっとできるんですよ、それでいいんじゃないですかね、天野さん。ひどいな、そうだね、ダスキン、ダスキン、やばいよね、疲れ果ててるから、まあまあ、アンさん実際まあね、そういうまあまあ疲れ果てますし、ね、モナクの女紹介してやるよって、俺は紹介しましょう、勢い一味もない、いやでもアンさんみたいなやつもいきなり結婚するタイプだと思う、あ、急にね、確かにね、うん、アンさんみたいな、なんなら付き合ってる人いるかもしれないからね、今現在でね、あ、言わない、俺たち言わないだけで、ね、言わないだけで、ね、言わないだけで、いないしょ、分かんないよ、はい、いやいやだって休み年内はないかもって言ってたし、いやーでも分かんないよ、家になんか待ってる女いるかもしれないよ、ね、ただいまって書いてたらね、ただいまって書いてたら、ただいまって、じゃあそんなどんだけ停止感覚大丈夫、年内休みないかもって言ってた、俺もアマンさんモテると思う、いやイケメンですよ、普通にあの人顔は本当にね、かっこいいよ、サウジアラビアです、ふとした瞬間デリカシーないよ、ふとした瞬間デリカシーない、そこはやっぱり女性意見だね、そうそう大事だわ、一個のトラウマが出たらそれが、それはミサコさん女性としてる、方が全然違うからね、唐突にデリカシーない、皆様さん、あのじゃあこれ今ねガーシーしてくださいよ、はい、じゃあ俺たち3人でねデリカシーないと部分、あでもそれはあれよ、なんか私バンドのことで言われた時あったんだけど、バンド別になんか女性としてっていうんじゃないんだけど、違うよ、俺たち3人で、俺たち3人でデリカシーがない部分、うん、あこの3人のね、そうそうそう、天野さんじゃなくて、そう俺たち3人、まあ、ユーはまだちょっとなんかね、早い、まあまだ、まあ、けど2、3人ではあるかもしれない。いや、正直、3人に対してはデリカシーないを思ったことない。あ、本当に？うん。マジで？俺も。これは、俺も。ない、ない、ない。マジで。マジか。うん。のこさんもない。俺もない。うん。あ、マジか。デリカシーないはない。優しい、優しいじゃないか、いや本当に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 、なんか自分のずっと言ってからなんかたまにエグい下ネタ言うじゃんって、それはまあ確かにそれはひどいけどそれはひどいけどって、それは今日はひどかったけど散りばめられた下ネタが、やめて、それ嫌なとかじゃなくって、まあ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 、でもまあまあまあ自分に降りかかってきたりっていうの、そうだから降りかかってくる下ネタじゃないじゃん、のことは、あ、そうです、言ってなるもんね、そう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 、そう、降りかかり系はピアキャスの時はちょっとひどかったけどね、うん、いや、あれ結構ね、見返すと、あ、ちょっと失礼だったかなって思うよね、あ、お前俺お前ほんとひどいな、意味もだよ意味もだよ、結構見返した時、あ、佐藤さんやっぱ録画残ってるけど、めちゃくちゃ言ってんな、いや違う、あれはやっぱなかなかね、あの時のね、そうそうそう、めちゃくちゃ佐藤さんに対してね、すごいねセクハラ発言みたいな、ね、佐藤さん自体で言ってないけど、なるほどね、いる前でいいもんだって、いやもう大体俺だ、なるほどね、ピアノ自体はけど、佐藤さんそれでも全然平気な、ね、感じだったの、当時全然平気なのかなと思ったんだよね、俺でも平気っちゃ、でも当時、いや私の前で言われることが気になるよりも、今は
リスナーとかが大丈夫かなっていうことしか気にしてない。ああ、なるほどね。なるほどね。余裕を感じます。楽屋でいくらしもね。だから俺逆にミサコ、当時ピアキャスの時ミサコさんじゃなかったら本当にね、もうビーフジャーキー何のあんたビタンって、ね、なんかでもなんかその配信が止まんじゃないかな。配信止まんじゃないそういうのを思ったりする。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。いやいや、ミサコさんミサコさんでやっぱりね、そうそうそう。私下ネタで全然平気では。元サブカル女子、何サブカル女子だから下ネタ OK って言ったら、そういうことでもんなの。サブカル女子だからってダメな人はダメですよ。うん、だからこう怒った方がいいよ。ゆうくんの会話聞いてる。今、キクワカメ食べますってお父さんに言ってました。キクワカメ食べます。クキワカメを、ああ、うまみのやつ。そう、ビーフジャーキーとクッキーワカメを交換しました。うん、ビーフジャーキーこれだよ。食べていいよ。あ、オッケー。結構オイリーだね、ビーフジャーキーこれ。美味しいですよね。私でも、特にオイリーの部分を食べたいかもしれない。猫さん、何も食べてないやん。いや、食欲ないんだよ。けど俺、あの、牛タンじゃなくて、なんか、ちょっと待って。結構一瞬でベトベトになるんで、ビーフジャーキーはね、ミルクに合うんですよ。これじゃ分かんない。普通に言うと、またパサパサしない。こういう配信は本当にもうね、何年にあるかだから、本当にね。だから、噛みしめて。やる、まあ、いいんだよね。確かに。俺今日だからさ、スモークタンさっき買ったんだけどさ、朝も買ったっていうさ、買ったじゃん、同じやってじゃん。どうした、死に始めてるよ。買ったじゃん、買って。しかも行きの車とかでも食べてました。そうそうそう。スモークタンマンだね。逆転カードマンみたいな。めちゃくちゃ良かった。ハマってるんだよ。なんかこれだって美味しいじゃん。美味しいじゃん。わかる。酒のつまみ飲むと最近だからそう。結構さ。なるほどね。いや面白いね。いやでもいいですね。やっぱり。けどね、今回ディズニーランドは決まったわけですけど、はいはい、次もまたなんかメンバーで行きましょうよ。あ、だからスキー場もいいですよ。そう、スキー場。あの、パリゾートハワイアンでもいいですね。いや、プールはマジで行きたい。僕はもう、あの、奴隷なんで、行くぞ、バカ野郎って言ったら車出すんで。あ、そうですね。僕も運転しますよ。うん。あ、ちょっと待ってください。そう、でも、けど、もう、いや、でもそんな、はい。いや山って、ね、冬春行けないから。山はダメだろ。そう、普通にね、まあ、夏だったら、ね、空いてなかったりするから寒すぎて、ね、富士山って、けどそっか、もう富士山してるやつっているか、いいのかな。まあいるんじゃないだろ、山開きしてからね。うん、まあ、またそれはまた期間あるとき、いつかね、ちょっとね、富士山は絶対行きたい。まあでも今回ディズニーだからあれだけど、配信できる場所だったらね、また確かにディズニーはね、チラッと配信したり。フジクリアマってだから昔から言うけど、案外別にさ、ね、飛び込んでさ、泳いで溺れてって、それがない限り別になんもねえぞ、うん、体張らない限り。フジクリアマに普通に遊びに行くならいいかもしれない。真夏普通に遊びに行くならいい。遊びに行くってどういうことや。ブーンってして、なんか、ブーンって。宿取って、フジクリ浜風。で、それで泳いで。誰が配信するの。サマーバカンス配信。サマーバカンス配信って。あ、キャンプね。キャンプもキャンプ配信。とかもね、最初も親父が一番したがってっからね。うん。じゃあ、その場合、お父さんも。親父さんも。あ、メイドの土産に、そうね。言い方もあれだけど。でもまあ、ちょっと普通に付き合いたいなと思いますけどね。ああ、まあまあ、親父が、まあ、親父が別にキャンプ配信まで行ってないけど、親父が本当にキャンプあれ、ね、キャンプしたいって言ってる。給付金であいつ買ったからさ、あいつ。いや、でも、それはちょっと叶えたいなって。キャンプでバーベキューとかして、それは出したいよね。うん。私も参加するのか分からん。うん、参加、うん。川口湖な、キャンプな。キャンプ行った際にはね、うん、手持ち花火とかやりたい。タケノコ掘るんか。うん、給付金詐欺。俺、そういうの考えるの苦手だから、本当に考えてくれれば全然俺はもう、あの、どこでも、あ、本当に。子供行くよ。あ、どこでも行ってくれる。あ、マジで。あと、ポット敷地行きたい。こんなとこ。ポット敷地行きたい。ポット敷地。あの、なんか普通に日帰りで敷地行きたい。敷地ってあれか、静岡で。あ、そこだけどずっと行ってるじゃん。そう、ずっと行ってる。行けるもんなら帰りに行きたいもんね。そうそう。そう、それはいけないんだ。いけないんだ。そう、そうしたら。だから行けないから、静岡の敷地目的で、敷地行って、爽やか食べて帰ってくる。敷地明日もダメだ。そうそうそう。それはね、そう、アマンさんとかね、マネージャーとか聞いたんだけど、なんかそこはなんかやっぱ、俺、なんかやっぱ、ちょっと仕事中なんで、やっぱり私が行きたいんですけど、みたいな。そうだね。だいたいマネージャーさんの
仕事が次の日あるから行けないの。まあまあまあなんか、うん、まあ俺らだけだったらいいんだろうけど、まあ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 そう、アマさんはだから車待ってくれるんだ。本当だよ。まあ、俺は行けるもん。まあそうだよ。まあ、そういうわけにもいかない。ね。まあ、別に同じ車で行ってるからね。うん。そうそうそう、もうもう全然もうもう誰かがもう敷地行きたいって。いや敷地行きたい、本当静岡行くよ。静岡だったらだって2時間それも3時間とかドキメキ女学院で運転するやろ。無心で無心で運転するやろ。無心で運転してね、運転して俺も心ゴキブリと変えるぐらい心ここにあるんだろ。無心はですよ、怖いよ。いやいや、でも無音でね、今回運転したい。無音で。無音で。いや違う。お前大体無音だけど。無音でも大丈夫。なんか唐突に一回英語の授業をしようっつって英語の。それはアマルさんのよくわかんない。英会話のなんか音声流した。あれはアマルさんの悪ノリ。唐突にね。静岡には良いバンジーあるよ。だって。へえ、あそうだ。一番高い。敷地行ってさ、もう温めてバンジーの飛んでるよ。最高じゃん。これはちょっと。で旅館泊まって。大島だけ飛んでくれればいいから。いや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 。みんな飛ぼうよ、4人一緒に。4人で一緒に手つないで飛ぼうよ。手つないで飛んだら、多分絡んじゃう。絡んじゃうか。リアルなこと言う。いやでも毎回静岡めっちゃ通ってんのにね。そうだからよ。だけど、そうそう、そうだからそういったね。いや、だって、ねえ、サウナ大好きお前、ちょっと一度は行きたいよね。いや、だから言うよ、だから、いつか、いや、それ行きます、行きますよ、敷地。絶対サウナのね、聖地。そうそうそう。敷地って知ってる人いるかな？うん、まあ、いるでしょ。いなさいよ。サウナの聖地だから。うん。サウナの聖地。そう、静岡。だからお前ら静岡県民のやつは絶対行った方がいいよ。うん、サウナの聖地。そう。メンバー4人で行きたいな。築地じゃねえ、バカ野郎。あ、築地も行きたいって言ってる。築地だから、あの、魚とかタコとか、アワビとか。行きたいって言ってたね。そう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 、それもなんかね。早いんだよね。早いよ。閉まるのも早いし、開くのも早い。あれ閉まるの早いのか。いやだからそこでさ、じゃイカ食いてんだよ。釣ったばっかのイカ。そう、釣ったばっかのイカ。そういう釣ったばっかの、そうだからそこで食うのが美味しいっていうさ、刺身とか。そう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 。早朝行けばいいんだよ。俺がまだ寝てないじゃん。スケルトンのイカ。そう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 。イカ逆転してる方がいい。イカ特にイカ。うん。アニサキス言ってくれもんくん。あ、テンション低い。福岡ついでに何より福岡にある呼び子ってどこ？そういうとこあるね、福岡に。いや福岡なんて全部美味しいよ。そっちのコップが欲しい。福岡なんて全部美味しい。マジ。ああ、そこら辺の飲み屋でも。福岡は本当に全部美味しい。うん。イカ美味しいところ、屋台配信たの何を勧めてるの？いや全部ね。福岡は。福岡は本当に全部美味しかったこれ。福岡とか、ね、あと北海道は大体全部美味しい。あ、まあ北海道ね。福岡は本当に何食べても美味しい。うん。やばい。ありがとう。ありがとうございます。ラーメン食べよう。マジで。ぜひ楽しみに来てほしい。まあ福岡も今度行くからね。ね。うん。まあね。福岡で豚骨食べたい。ラーメン食べよう。おやすみなさい。おやすみなさいって。あ、もう1時じゃん。早いな。そうだね。そろそろ。明日何時起きだっけ？何時起きだっけ？何時しよう？あ、10時。あ、じゃあ9時起きか。9時起きじゃん。そろそろちょっとじゃあ、うん、そろそろちょっと締めに、フィナ、感動のフィナーレに入るか。ああ、ちょっと早いな。楽しい時間はやっぱ早いな。そろそろお開きに。寂しい。いや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 。リーダーがちょっとね、また、ね、なんかあれじゃない。今ただ、うん、ケーキとか出してる、多分。みさこさんのためにジョコボボって聞こえてきたよ。みさこさんのためにケーキ出してと登場してるよ。ほらケーキ出して登場してるよ。いっぱい飲んだら接しやからとか行きたいよね。みんなで行きたい。いやそれはまあけどまずディズニーそうですね。接しやからとか。みさこさんあれさサウジのお土産とかって何が欲しい？いや何売ってるかわかんない。だから金の飲み物。これじゃ俺じゃ、これモノ君とね、リスナーだったけど、
金がマジでちょっと安いんだって。そうそうそう、だからモノックけど、モノックはだからさ、あの親父に頼まれたんだよね、お前の、お前の親父、もうおいユキヤお茶バカだと、ユキヤお茶バカだと、あの金買ってきてくれってそう金買ってきてくれって。いやマジマジマジ、まあさ、だからそのだからユキヤはでモノ君はサウジアラビアで金をだからまあそれいくまあだからまあわかんないけど、そんな3000とか5000とかもあるんじゃない。うん、そのなんかマリオのコインみたいな、うん、そういうの多分買うんじゃないかな。3人で1個それ買ってくれたら私も嬉しい。あの3人でそれ1個買ってくれた。あ、なるほど、金いや金以外に何あるっけ、なんか言ってたよねリスナー。あとなんか他なんだっけ、歯ブラシだっけ、なんかチョコレート、ラクダじゃねえ、なんか何言ったっけ、なんか歯ブラシ、なんかなんだっけ、なんか特殊な歯ブラシはあった。特殊な歯ブラシみたいな、でもサトウキビの歯ブラシ、絨毯だから、魔法の絨毯だから、それ空飛ぶ絨毯だから、あらけねえだろ。カーペット頭に巻くやつとか、いやそれはだって美佐子さんまた女性用でまた違うじゃん、あれ、ね、頭に巻くやつじゃないもん、ま、もう完全にあれね、あの全部覆うやつでしょ、電池ついてなんか、うん、あれはだからさっき立体パズルって調べてみてもいい、立体パズルってなんだよ、お見合いじゃないけど行きの車で立体パズルってなんですか、魔法のランプとかさ、だからお前そのアラジンなんだから、アラジンじゃん、ハクション大魔王とかやめろここすごくね、このネックレスすごくね、ああこれ絶対に使う機会のなかなかこういうね、こういうこれね、これが欲しいって違う、すごいなってパッと出てきたの、これうん、これ一緒、多分そんなもんね、16億円とかするだろ。うん、何香料って、何香料って、あ、なるほどね、なんて読むのこれ、辛料、香料なんて読むの、香辛料、香辛料じゃない、胡椒とかいうの、え、胡椒とかサウジまんじゅうって何それ、サウジまんじゅう、あ、なんかそう、なんか女性用のなんかないのかね、美佐子さん女性用のなんかいい感じの、けど歯ブラシとかもいいんじゃない、ラクダの木彫りとかいい、ラクダの木彫りはいい、まあまあまあ、あの小皿とかめっちゃ、あ、これあ、何これ、あ、もし売ってたらだけど、これちょっともう美佐子さん家にあるやつじゃんこれ、そうそう、でもそういう系統が好きやから美佐子さん家にあるやつじゃないですか、サイケデリックな、こんな、なんかこんな LSD なんか食った時にみたいな、言われる、美佐子さん家だってさ、ね、お前らを見たことあるけど、美佐子さん結構なかなかあれ、結構あれだよね、アラビアンな感じだよね、なんか背景、そうそうそう、だから結構そういうのは、そういう服とか、あ、服はまた違ってくるから、うん、なんか、そう、木の歯ブラシとかあるっぽいよ、木の歯ブラシって、置物系とかでも OK、うん、それモノ君ダメなやつ、あ、集合でアラビアンなんか布とか。色彩が見そうさ、アイラブサウジ T シャツ欲しいあればね、あればね、いやまあ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 、ちょっと向こうちょっと向こう現地行かないとあれなんで、ちょっといろいろ考えておきますよ、それはなんかプレゼント、はい、そのね、お土産ね、いやそれはお土産、はい、いいね、ピアスとサウジ、いやピアスとかしてんの、あんた、してるよ、してんだ、ヤンキーじゃん、気をつけてね、魔法のランプに一票、だから魔法のランプとかあればそんなもんさ、世界が平和になるだろうが、そんなもんさ、こんな世界情勢じゃねえだろ、魔法のランプこうやってこすって白色だもんじゃん、だからいろいろ出てきたらよ、ジーニーが出てきたね、ジーニー出てきたら、うん、コーヒーもあるらしい、へえ、そうなんだ、コーヒー、あ、だからね、カフェイン中毒だもんね、え、そう、でもカフェイン中毒だ、聞くやつ一個もない、今日だってレッドブル飲んでたじゃん、飲んでた、それは大丈夫なんだ、レッドブルなんてカフェイン入ってるでしょ、入ってる、あ、じゃあ飲みすぎちゃダメって、ああ、そうね、うん、なんかサウジアラビアっぽいやつで女性用のやつがちゃんとなんかね、あればね、いいね、美佐子さんがちゃんとなんか使ってくれそう、たまになるね、ちゃんと使ってくれそう、なんか、あと絶対に使えないとか、ね、に絶対、いや絶対、いやそれは使ってもらえたやつはいいよね、なんか1週間とかで部屋の隅に行くようなやつじゃない、そう、ね、布とか金の延べ棒は、金の延べ棒は逆になんでお前の親父も転売じゃないですか、延べ棒買ってこい、延べ棒じゃなくてコインな、コインね、あれは何、記念として
なんか遺産、資産として資産、ああ、資産としてゴールドだ、うん、あ、だから株みたいなもんで、うん、ビットコインみたいなもんで最終的にだから例えば、だから2000円で買ったとして、うん、将来何十年後にね、200万円とかなるかもしれない、かもしれない、だからユキヤのために考えてんだよ、それはお前らのために、お前ら三兄弟のために、親父がよ、そうですね、そういうことだって、そういうことでしょ、これって、まあ、じゃあそういうことでしょ、親父、みんな、ああ、で親父が欲しいんじゃなくて、お前らのためのこと考えて、まあ、お前ら結局ね、うん、いや、だから親父のお土産じゃなくて、ね、自分へのお土産ってことだよ、結局そうなっちゃったらね、結局そう、で親心、結局そう、親心だよ、そういうことだよ、うん、金は価値下がらないから、なるほどね、ダメな息子のためにってそうね、ね、ダメな息子ですよ、ダメな息子、まあまあそんな感じでね、ちょっとお開きしましょう、はい、ちょっと明日も、ね、そうだね、はい、いいだよね、いやマジでちょっとやばいね、うん、やばいね、はい、精神薬かな、ありがとうございます、いやー、ありがとうございます、面白かったです、面白、本当に面白かったですってなんだお前来客か、精神薬挨拶来、面白かったですよ、お茶ばかり、お茶ばかり、まあリーダーだろ一応、名ばかりのリーダーだろ一応、いや君がいないと始まんねえんだから、当たり前だろ、まあとりあえずまあまあまあ、モノ君酔っ払ってるね、いい感じに酔っ払ってますよ、静止薬ありがとうございます、はい、すいません本当に、まあまあまたちょっとね、どっかでね、やれたりやれる、やりたい、うん、またね、はい、やりたりやります、はい、ありがとうございます、じゃあとりあえずね、ライブも最後でしょ、ありがとうございます、福岡店とかね、またね、まあまあ福岡でもね、静止薬ありがとうございます、はい、うん、まあまあそういった、うん、さ、まあいろいろとまたよろしくお願いします、お疲れ様です、はい、お疲れ様です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 、静止薬ありがとうございます、はい、じゃあね、はい、お疲れ様、お疲れ様、あとまたね、お疲れ様です、俺も眠いわ、はい、お疲れ様、ちょっと明日じゃあちょっとモノ君とね、ハモさんとユーも運転するの、まあ、タイミングがあればね、タイミングがあれば、あ、そうなの、うん、8時間ちょっとね、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください、ありがとうございます、ありがとうございます、またね、じゃあね、じゃあ私もゆっくり休んでもらって、え、車の中でね、あ、車の中で、はい、ゆっくり休みますよ、はい、はい、はい、うん、モノ君って酔っ払うと本当にこういうなんかすごい、なんて言葉にしたらいいのかね、昔からこんな、まあ、お前らも配信で見てきてると思うけど、これなんて言うの、うん、ね、絡みづらい人絡みづらい人絡みづらい人紳士、いや紳士、うさんくさい、なんでよ、うさんくさいと思って名古屋か、いや絡みづらい人、しおらじゃん、昔からモノくんってだって、はい、やっぱ配信でもなんかすごい酔っ払って、なんかすごいなんかいや全然いいことだよ、いや、ほんまかする、酔うと可愛くなるよね、だって、うん、紳士的、あ、紳士的、なるほど、紳士的、うん、ぶち切る時もある、そう、ぶち切る時あるっけ、それはセンプリだね、一人の時、一人の時はぶち切る、モノ君、月3分の2空いてんじゃん、あ、ほわわ、山賊、かわいい、おじいちゃん、って言ってたなんとなく言うと、ようやばいほど面白い、昨日買ったやつじゃないですか、昨日買ったやつかな、なるほどね、あ、気持ち、校長先生、校長、そう、校長先生みたい、校長先生、校長先生味はある、確かに校長先生みたいな、校長先生、優しい校長先生、まあ、優しい、そうだ、校長先生も、ね、校長先生からのお言葉で締めますか、はい、叩いて、言えないところを叩いて校長先生、じゃあ締めてください、はい、いやーちょっとね、このメンバーになってからまたよりよく仲良くなったと思うんでね、言い方が良くない、言い方が良くない言い方良くない、それ前から別に仲いいよ、より仲良い、前から仲いいっすよ俺ら、うん、うん、そう、千葉県埼玉というか仲いいっすよ、まあ、そうだけど、なんかこうどっか行きたいよね、どっか行きたいみんなでどっか行きたいんですよね。まあ僕がハンドルを握ればどこでも行けますから。いや前から仲良くね、うん、仲いいのは本当ですよ。ね、行きましょう。はい。はい、あ、でもそれは本当に。ぜひ行きましょう。はい、ぜひ、ね、また配信もその時できたらいいですね。はい。はい。はい、いやありがとうございます皆さん。じゃあとりあえず終わらします。はい。またね。はい。じゃあもうパッと終わりすんね。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、お前ら出てけ。はい。お邪魔しました。もう俺もさっさと回すわ、はい、行きましょう、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、またね、はい、お疲れ様です、バイバイ、お疲れ様、またね、お疲れ様です、お疲れ様、はい、いやもう眠いっすか、俺もすぐ終わりするよ、またね、またね、サンキューベストバンド、センキュー、おやすみ、ま、靴が
まあ、とりあえず次はね、サウジアラビアもそうだけどね、サウジアラビアから配信もそうだけど、栃木な、栃木、うん、サウジアラビアから帰ってきて別にあのね、間ちゃんと休み期間あるから別に体力も別にまあ大丈夫だと思うよ、栃木、うん、うお疲れ様、栃木、忘れすぎて、忘れてるわけねえだろ、うん、栃木アラビア、はい、ライブ本当に最高だ、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、じゃあね、はい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 、じゃあね、じゃあ俺もお会いするわ、あとの、おやすみなさい、おやすみなさい、はい、いや、俺も疲れた、はい、おやすみなさい、お疲れ様、じゃあね、またね、まあちょっとまたメンバー配信ね、ちょっとね、よかったね、楽しかったね、やっぱ僕もこれ楽しかったですよ、やっぱ久々にね、もうなん、やっぱほんと何年もやっぱ前ないからね、やっぱこれ4人でね、そう、椅子はそうだ、椅子後でちょっとやっとくわ、楽しかった、そう、楽しかった、楽しかった、まあまあまあ、バイバイ、はい、またね、そうそう、珍しい感じで、はい、またね、年越し配信もちょっと美佐子さんね、わかんないけど、状況になったら来れたらいいね、お茶ばっかりですね、メンバー4人って、いやまあそうだね、うん、まあとりあえずじゃあまたね、ありがとうございます、ちょっと本当にもう1位なんで、明日本当朝9時か 8時か分かんない、起きないといけないんで、お待ちばっかりございます、はい、僕もすぐ寝れないんで、この後風呂入るんでまた俺、はい、お待ちばっかりございます、ありがとうございます、お疲れ様です、楽しかった、ありがとうございます、お、とりあえず大阪ね、とりあえず NGS ね、お茶ばっかりございます、うん、お茶ばっかりございます、透明版ね発表されてまたね、はい、大阪もそうだし名古屋もね初めて行くし、エンジュフェスもね、ちょっとまだ取り組んでないけどね、ちょっとね、エンジュフェス、ちなみにあれ、あのバイオリンのヘルプバイオリンのね、あの柴さんがね全部来てくれるんで、はい、あの透明版ヘルプのバイオリンの柴さん、そう、あの透明版全部、そう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 、うん、だからそう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 、そういった感じで、はいはい、いろいろだから、はい、まあまあまあ豪華な、はい、豪華な布陣で、はい、行くんでよろしくお願いします、はい、東京行きます、はい、いや本当に、はい、よろしくお願いします、はい、エンジフェス行ってきます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあとりあえずね、さよなら、はい、エンジフェス素晴らしい、まあその前にもライブあるあったりするけどまだ発表されてないけど、おやすみなさい、はい、エンジフェス、まあまあそう、ツアー終わった後ね、ツアー終わった後にもね発表されてないけどライブ、まあ、まあ何本かあったりするんで、それまたお楽しみに、はい、さよなら、じゃあね、お疲れ様、はい、バイバイ、楽しみ、そう、うん、そんな、そんな感じで、はい、じゃあね、はい、おやすみなさい、その前、うん、その前にも、うん、ほんとだよ、結構だから静岡あちゃんもやっぱだからね、もうか、おやすみなさい、前も言ってるけどお疲れ様、だから今年だからもうだから結構ね、だから忙しいって言ったじゃん、年末まで、年末、うん、ハードスケジュール、うん、来年は来年でまたアルバムのレコーディングとかもあるかもしれないしさ、いろいろさ、まあまあ全然全然いいことっすよ、忙しいのこうやって楽しいし、いやほんと楽しいし、うん、NG グッズも楽しい、あ、グッズ見たよ、グッズ、俺今日俺がイラスト描いたやつなんだけど、まあまあそれはちょっとまたそれもお楽しみなん、あれなんかまあこれだけは言うけど、なんかお前らがなんかさ、あの光るやつ欲しいって言ったじゃん、光るやつ、なんか今日もつけたやついたな、光るバンド、なんか光るやつ、今日大阪でも、そう、あれ出ます、光り物出ます、はい、でもって光り物なんかそう、また前回みたいなやつじゃなくてちょっと新しいタイプのなんか感じのなんかなんか俺デザインもなんか見たけどいい感じでした、はい、とりあえずそのグッズの発表もちょっとね楽しみにください、はいはい、追加買う、うん、なんかね期待、はい、光るの欲しかった、うん、だからそう光り物、はい、買ってください、はいはい、リクエスト、はい、いっぱい、あ、いやでも、うん、お前ら絶対買えよ、お前ら、うん、お前らがリクエストしたんだから、はい、ここまで声出してないしね、はい、楽しみ、嬉しい、あとライブ行けないから楽しみ、はい、タンバリンみたいに首にはめるやつなり知らねえよ、はい、とりあえずハンドタオル分かんないけど、ハンカチしよう、ハンカチも行ったことしよう、はい、まあ、とりあえずそんな感じで、はい、とりあえず、まあね、ほなね、はい、じゃあね、バイバイ、あ、もう切るね、あ、ちょっと俺風呂入らしてね、あ、もう本当に寝る時間が本当にね、もうこの後ね、ね、もう朝4時とかになってね、本当にね、まあ車で寝ればいいんだけどね、明日ね、別に俺運転するわけじゃないか、大変なのはアモさんとかね、モノくんだから、すいません。ありがとうございました。はい。まあまあ、今日本当疲れたよ。お茶番組ありがとうございます。本当に今日は本当にね、もう今日もね、楽しかったです。はい。お疲れ様です。じゃあね、じゃあ切ります。バイバイ。またね、また、じゃあちょっとね、またツイキャスね、やります。おやすみなさい。またね、ありがとうございました。じゃあね、休んでね、バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。あ、またね、あ、休んでね、バイバイ。またね、あ、ラブ、お疲れ様。バイバイ。またね、はい、切ります。またね、はい、バイバイ。あ、またね、はい。バイ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 バ
そう、だからもうサウジアラビアはもう本当にすぐだからね。はい、サウジアラビアでホテル配信かもね、次はね、本当に空港配信かホテル配信か、うん、次はサウジアラビアでそう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 、気をつけて、うん、気をつけて、うん、次は本当いつ行くのって、だからもうだから3日後とかだよ、もう3日後とかに行くんだよサウジアラビア、マジマジ3日後とかだよ出発、そうそうそう、やばいよね、そう考え、じゃあ2日後だ、2日後か、2日後3日後か、まあとりあえず何も準備してねえんだよ持ってく服とか、持ってくと服とか本当にね、そうなんですよ。 I love you so much のこさん、あ、Thank you、 うん、だからちょっとそうそう、家帰ってすぐパッキング、そう、荷造り、そう、それは大変、昨日の今日で、そうだよ、まあまあまあ、気候も調べてね、気候ちょっとリプで送ってください、はい。もう頭がいっぱいだよ、もう、とりあえず、まあいいや、まあまあ、そのね、とりあえずサウジアラビアのそのライブの模様は、まあ前の配信でも個人配信でも言ったけど、あの、うちのスタッフの撮影班、撮影班がちゃんとスタッフで行ってくれて、ビデオカメラ、そう、ビデオカメラでこうやってあのね、あの撮ってくれる人がいるから、だからまあ YouTube かわかんないけど、 Twitter か YouTube ではなんか上がると思い、うん、上がると思うよ、うん、そうそうそう、はい、そう、その配信、そう、ライブ配信できなくても、うん、だからどの道全然ライブ風景は多分皆さんも見れると思います、はい、まあそんな感じです、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとね、みんな向こうは声出しありだからね、ちょっとね、僕の戦争とかね、夕暮れの鳥とかね、特に真剣巨人の曲はね、やっぱサウジアラビア真剣巨人は本当にものすごい人気だから、もうそらそらもう本当にね、もうマイワーって、もうだって9000人だよ、8000人9000人だよ、いやそら盛り上がってくんないとね、え、うん、ねえ、うん、マイワーとかそんなんだったら俺逆にびっ、あ、ラスティスラス、ラスティスラスティスとかな、うん、いや絶対それは盛り上がってくれるよね、うん、いや、うん、まあいいや、うん、まあまあいいや、うん、まあまあとりあえずまあ行かないと分かんないですけど、はい、くれるかないや、くれるでしょバーバリアンスから、うん、まあ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 、うん、はいはい、まあいいや、はい、とりあえずそんな感じで、はい、終わりします、はい、まあ次はだから とりあえずサウジアラビアでね会いましょう、皆さんホテル配信かもしれません、はい、次サウジアラビアのホテル配信でちょっと初海外、はい、サウジアラビアのちょっとね様子もちょっとね空気感とかもとあのツイキャスで届けたいと思ってます、よろしくお願いします、はい、フリキャスでやるんで、はい、はい、よろしくお願いします、サウジで、はい、はい、バイバイ皆さん、はい、じゃあとりあえず本当に今度こそおやすみなさい、はい、じゃあね、はい、おやすみなさい、おやすみ、はい、なんかちょっともう飲みたい、じゃあな、はい、さよなら、はい、おやすみ、はい、よいしょ、はい、おやすみなさい、あつのこ、はい、おやすみなさいって俺だからまだ寝ない、もうちょっと追い上げる、じゃあな、うん、おやすみ、じゃあね、うん、お疲れ様でした、またね、じゃあね、ホテルバレ気をつけて、うん、お疲れ様、うん、うん、お風呂入って、うん、寝るよ、うん、じゃあね、はい、とりあえずお疲れ様でした、じゃあね、はい、すみなさい、バイバイ、あとね、はい、はい、大阪も楽しかったよ、じゃあね、またね、はい、あれ、あ、え、じゃあね、はい、すみなさい、切ります、お疲れ様でした、はい、バイバイ、はい、はい、はい。